はいどうもーうん、ちょなんか電波ありーなやっぱうち 4G4G2 本しかねえしいや電波がなんかねないな親父さんこんばんはこんばんはこんばんはちょっとやりますこんばんはこんばんはこんばんは <laughs> こんばんはこんばんは秒で来たいや病じゃないっすあの、うん、20秒経ちました 決勝してないよ決勝してなくても可愛いんだよこんばんはこんばんは久々じゃねえだそんなに元気えこんばんは髪自分で切ったおとといこんばんはこんばんはおととお自分で切ったよ髪の毛今起きたの知らねえ俺今じゃないよ俺昼の12時に起きたよ最近4時間しか寝てないからねずっと制作してんだぜ俺最近は PV 作ってでバトンのこんばん新曲のこんばんはこんばんは お久しぶりですお久しぶりあお久しぶりあってこんばんはそんな久々かなお茶ばっかりやさんっすあああとはこんにちはこんばんは今日で15年じゃないっすあのねあのー、まあいいやちょっとあ人が集まってから喋るわめんどくせえから <laughs> お茶ばっかりやさんっす <laughs> 人が集まってから喋るわ。る、う、わ、ん、もう何回もループするからこんばんは16回ぐらいループするから大体、うん、そうそうそう やっぱ配信歴15年も経つともうね貯めるっていうことが分かるもうこんばんは貯めるっていうことがねそうそうそうもう分かるんですよこんばんはネット歴何年ネットはけど Windows95 だから Windows1995 9 0年かで俺フリー配信久々じゃないとお前ら金払わねえかで金払えば俺とそんなよく会えるのにこんばんは おつ,の子ついさっきのこさんのキリキリあ、切り抜きああいうざんすこんばんはこんばんはうんメイクしてないってメイクしてないよ一緒に行った彼女もファンになってたうるせえやてめえのそののろけ話なんか聞いたくねえやあ対バンも決まりましたそうーとかたタバコ何吸ってるんですかタ,タバコはえっ、ー、とこんばんはですマッチでタバコつけるのかっこいいかっこつけてるからマッチへ吸ってます 配信歴15年間、他に誰がいるかな他って知らないよ。だから、いつも毎年こんな話してるけど。ね、毎年毎週、自慢のように言うけど、俺は。ああ、こんばんは、何こいつ。え、閉鎖病棟から退院してきました。その説ありがとうございます。なんもしてないよ、俺。<laughs> 精神薬やりざす。ああ、閉鎖病棟からお前、配信見ててコメントしたな。こんばんは。あおめでとうございます。先行申し込んで、シェルター行きたいな。シェルターなんか一番、なんかあれっしょ あ、お茶ばかりじんす。なんか一番あれでしょうん。なんだっけチケットがなんかもうはけはけてるみたいな。ほんとかやこんばんは。かまっちゃん聞きながら泣いたらちょっと落ち着きました。ありがとうございます。あ、いやいや、全然全然。ありがとうございます。もしよ、聞いてください。あ、こんばんは。突然の配信びっくりたいが。配信なんか突然あるよ、うん。チケット取れないみたいなしちょ突然やって、1時間で終わりにします。はい。まだ俺、制作の途中なんで。 最近体調大丈夫だいや、体調は全然大丈夫だけど、やっぱメンタルがなんか死にたくなったりとか、やっぱ行きたくなったりとか、あっち行ったりこっち行ったりしてるね。うーん、こんばんは。メンタル俺昨日やばかったからね、昨日、うん。うん、こんばんは。最近死にたい季節ばっか聞いてます。死にたい季節死なないでんの子さん。いや、死にますよ、こんばんは。うん。最近寒いですね、暑いだな。こんばんは。 どこ住んでんだよ暑いだろ十分めちゃくちゃ暑いよ今死んでる季節の変わり目いつもなんか春がさねえんかやるむ時期とかさ言うけどさいつも言うじゃんな夏,夏に俺が死にたいって言ったら夏だから暑いからねって冬に俺が死にたいって言ったら寒いからねってんで今死にたいって言ったら春春だからねって組織いつでもやむよ 関係ねえよ季節なんて、うん、俺そんなメンヘラじゃないからちゃんとしっかりしたメンヘラだから季節になん,かとなんか惑わされて何かメンタルがあっちこっち行ってるようなメンヘラタイプじゃないんでしっかりしたメンヘラなんでちゃんと字が自分の中から病んでる気持ちが生まれてそうだよメンヘラになってるんだから外的要素でメンヘラになってるんじゃないんだから俺はそこら辺はいつもねちょっと僕ね あのちょうるせえよ、お前ら。黙っとけ。お前らが、そんと、最初だけうるせえな。なあ、コメントな。ありがとうな。なんか、最初だけお前ら、ほんとさ、あの、飛ばすのやめて、分けて、ちゃんとチーム編成、チームプレイして。で、10分、20分経つとコメント減っていくすで、早くしゃべれよって。面白いこと言うよって、いつもだからなるから。だから、ちゃんとさ、あのさ、最初飛ばすのさ、あのさ、ペース配分さ、 あのコメント読まれたかったら別にもう、ね、1時間後とか10時間後にコメントすれば10時間後とか絶対読まれんだから、うん、コメントなくなるんだから面白いこと何かしろってだって俺何もないもん何もないもん俺は、うん、初めだっけちょっと今日はちょっと皆さんねあのねこうやってねあのボタン1つ押してスマホのボタン1つ押してこうやってねチェコ戦見た感動して泣いたホテル大谷だろなだんだん疲れてくる、えー、そんな強調性ない じゃえー、今日草薙が強い、こんばんはペースアイブリム、最初しかコメしてないかも、1時間では精神薬はなんで最初しかメしないのなんでしないのとかずっと見てねってことだろう、<laughs> 俺の顔を、を多分あれ、10分見て、あ元気そうだなって、ね、それで、あもうそれで、あの他なんか、ね、あのエイトチューブとか行くんだろう、こんばんはいや、でもそれでもまあ,まあ,ありがたいですよ。 全然、全然製造が人でもらえたり全然。僕は、今は元気です。昨日はちょっとなんか良くなかったけど。今晩制作どうですかあのー、そんな感じですね。ただ僕はちょっとそんななんか10分でとか20分とかでなんかまとまるくんでちょっと僕話そうと思わないんで、ね。3分でいいや、カップ麺だよ。でも、じゃあお前言うけど3、3分以外何してるんだよ、じゃあお前ら。俺の配信以外。なぁ。2ちゃん見るか、Twitter 見るか、他なんかあんのかよ他別にねえだろ、そんな。 だったら俺とこうやってコメント読まれたかがまださ有意義だろうがメンターはどうですか今はいいっすこんばんは今日は元気です今日は元気です目が合うならひたすら見てる寝る野球見る神戸の大盤誰いないエヴァ見る こんばんばは何もないから聞きながら株見てる。こんばんば株、株価落ちそうだね。カップ麺、今来たおしまい。俺ずっと株やってないよ。あ昔、花粉症でです。こさんしかない。本読んでる、見るもんない。あさってバイトメンす。たくさん眠れた。筋トレ。えこんばんは。えー、っと、ドラマの見逃し配信見て、ワンピース読む。エイペックスの配信見てるから忙しい。もぐり、歯磨きしようと思った。もう今日寝ようと。え株価を落ち、えー、髪切りまして、自分で切ったかか。株は俺ね、いや、本当に 2, 2年間触れてないんだよ。なんでかっていうと、落ちると思ってっから。 こんばんばは俺のなんかね、かずっと俺、株の話さ、投手の話さ、お前らつすんじゃん。うん俺、ずっとやってない、手つけてないやつ、なんか空気がね、相場の空気がなんかね、あんまりね、2年前からずっと、俺はずやってないんで、ずっと、こんばんは。うんだから、ちょっとそこらへんのセンスもあるのかもしれませんね、僕。えー、親父と株の話、しったら、3個やん。アムカ増えてた去年あたり、やばかった、何が今でもやべえよ。うん えー、じゃあ、またな。マイナス90万しちゃった。電気,にしちゃった <laughs> 電気料金の値上げのお知らせ来てました。今は見ない方がいい。株とか投資これ卒業式行こうか悩んでます。いや、卒業式なんか行かなくていいよ。悩んでるってなったら。うん。お前もうその時点でもう卒業してるんだから、ね。お前は自分がもうね、その時点でもう大人になってんだから決める。自分で卒業式1回行かないとか、同窓会とか、ね、あの、要するになんか、 行行く行かないを自分で判断してるっていうさ心が卒業すればええんねいやそれ俺がやめようとしよ心が卒業してるんだから,だからそそ心が卒業すれしてるかどうかだからもうそこだよそ,そこだよもう大,人大人とかもそんな関係ないよ自分の足で自分の決断で前に進むっていうことがとてもとてもねあのとてもとてもですそれが僕はそれがやそれしたことによって今ここにいます はいこの団地に前髪会、俺もこうやってひとボタン一つ押して、こうやってね、400人もパーって集まる、もう一つの学校ですよ、これ、小学校と一緒だよ、400人って、だって一つの学校、小学校と一緒じゃん、ね俺が自分で卒業式しなかったら、もうそんなん、俺がボタン押したって、ねあのつるつる滑るだけですよ、大島スクール、えー、切り抜き行き屋、いや、俺、結構これずっと言ってんじゃん、切り抜きも何もや 行けたら行きなよって。申請書は、童貞卒業したい、無理です。仕事辞めて引っ越して逃げてきちゃったよ。別にいいと思う。全然逃げていいと思う。逃げていいんだよ。だから卒業式からも何でもいいんだけど、逃げるのが悪っていうのがそもそもね、間違ってんすよ。逃げるが勝ちっていう言葉もあるぐらいで、逃げていいんだよ。逃げて逃げて逃げまくれ。こんばんは。逃げて逃げて逃げまくれ。情けなくてもいいから。 情けなくてもいいから、逃げれるんだったら、逃げて逃げて逃げまくれ。ね、ニートとか親に規制できるんだったら親に規制しまくれ。使えるものは使え。な。使えるものは何でも使え。うん。あんな周りの目とか価値観とか、クソなクソだから。うんえ。いつも名言言うから、かっこ悪い,いしドラーみたいに人見いてた。<laughs> いや名、名言ってバカにしてるよね。やっぱそろそろ。バカにしてるよね。 別に僕名言とかそんなんでやってるわけじゃないんですけど僕はただ自分が生きてきた人生をやっぱ配信歴ね15年ですよもうすぐで今まで団地に住んでるのコンプレックスだったけどのこさんと同じと思ったら嬉しいと思うようになった団地,団地別にコンプレックス感じる必要なくないこんなもんこんばんは、ね、むしろかっこいいじゃんメモ帳のアプリ定期的にそう言ってくれと安心するわうんまあずっとループしてるからね俺の配信 ののさんのこともそうだから15年間ね、まあ大体ループしてね、会話もね、内容もね、でも大体ループしても、なんか半年ぐらい経ったら、お前ら忘れるから、まあ半年じゃなくても、まあ、大体2ヶ月経ったら忘れるから <laughs>、2ヶ月経ったら大体わ、なんか忘れてるから <laughs>、俺は記憶力いいから覚えてるんだけど、大体初めて聞いたかのように、お前らっていつもさ、聞くじゃん、うわ、名言出たって、いや、これ、それ別にさ、先月も言ったよって。うん いや今日乾杯しな俺俺ちょっとこの作業の間でちょっとテンションが高まって今配信してるだけだから、うん、いきなり配信してんのももうテン酒飲まねえよいや真面目だから真面目でデリケートだ高校で3年間一人だ、一人一人だ。一人一,一緒だった唯一の友人に嘘をつかれて縁を切られて一人ぼっちになりましただからどうしたんだようん 3年間一緒あった唯一の友人嘘をつかれて縁切られて一人ぼっちになりました今もまあそれはまあまあへこいますねまあへこいますけどまあそれもねあのねあのー、かかかあのかか糧になるかならないかは知らんまあまあこうやってコメント読まれた方がいいじゃんねお風呂まだ治ってないだから俺んちのお風呂はあのお前らに行ったっけ俺んちの団地のお風呂最近ねあの追、ー、いだきがぶっ壊れてぶっ壊れてて のさんんん。こんばんマカロンばかりです。こんばんはお久しぶりです。久々じゃねえだろ、そんな。<laughs> 俺、そんな日一週、一週間ぶりぐらいじゃない。そんな久々じゃないでしょ。のこさんのうるせええー。まだ冷蔵庫で、ばっ、えー、とうるせえんだよ、ばか野郎。俺のなんかお風呂が、ねえー、っと、その給湯器が、えー、っと、給湯器がね、リフォームしなそれがね、えー、っとババンになって、そうそうそう、ババババんになって、えー、っと、 そうそうそうあれからあれからあのな治ったりなんなかったりしてて追いだき機能ってピッて押すとさあったまるじゃんお湯があ水からお湯に温まるんだけど温まるときと温まんないときがあってあったまったらラッキー温まんなかったら外れって感じで生きてます今これマジでこれ本当にマジでだから調子が悪いのこんばんはうんまあ大体当たる当たるんだけどマジであのだから先週仕事 仕事のさ朝,朝9時起きてさ朝9時でさ俺なんてさ朝8時寝てさ1時間しか寝てない無理やり起きてさ湯船使って無理やり起きようと思ったあ泳ぎだきしてさ知ってたのにさそうピッ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 ってうかさなんかさそうなってさ冷,冷たくてさハズレでしたシャワーが使えてよかったよまあまあまだ泳いでるからねシャワーでえコ、ー、マさん好きなんですかうるせえや会話しろや なあコマさん好きだよ。コマさんかわいいじゃん。えっ、ー、と、あとバトンはまだ作り、まあ99%ってけどね、出来上がってる曲。このバトン海に思いっきり投げて、ー99%曲は出来上がってます。はい。99%。今ちょっとまだアレンジとかちょっと、まあまあ、まだちょっと煮詰めてるけど、まあほぼお茶バックアイス風邪ひくの。はい。完成が楽しみ。でもって、あ今日はね、僕、昼の12時に起きまして、今日も全然寝てないんだよ、最近。 マジで3日ぐらい前からほんと4時間5時間しか寝てなくてずっと制作してんだ俺こんま集中してる今もだからちょっと集中合間でちょっと編集合間でねこうやってや,っいやあのパソコンでへあの動画編集あそうそうそう PV 編集合間でちょっとやってるで今日はですねアドナリンドバドバ嘘俺12時間寝てる俺もだから普段14時間寝てるよ、うん、お疲れさん頑張ってるねだからそれでも4大丈夫ですかって大丈夫じゃねえよ 大丈夫じゃねえけども止まらねえんだよ。やっぱ楽しいから。ね。無理しないでね、無理するよ。無理できるんだよ。楽しいから。曲を作ってくれたあザンス曲作りなんでもお疲れ様。はい。どうやってこれぐらっだと、これな、ね、今さ、配信ストアーしてるけど、なんかナチュラルハイみたいになってるもん。脳がモードに入ってるなんかナチュラルハイみたいになってる。ねえ、だって俺酒飲んでないよ。ラリってもいないよ、今。うん。薬でラリって、精神薬でラリってもいないよ。か酒も飲んでない、今。ナチュラルハイになってる、うん。24時間寝てた。精神薬あザンスいや、いいじゃないですかあ。羽織ってるストライプシャツ可愛いですね。 これパジャマだよナチュラルはい、えー、止まらなくなる脳内麻薬漬けだね健康ない、えー、創作でハイテンションだね12時間寝るのコさんがいるから生ける志ラくで素晴らしいはい集中してるなね今元気ですようん昨日は死にたかったけど昨日ちょっとうつ病でしたけどあだ多動だからのこのキャスト落ち着いてみれないは多動だから俺のキャスト落ち着いてどういうことこれ誰かちょっと説明しろ代わりに誰か通訳秘書おい多動だからのこのキャスト落ち着いてみないどういうこと 多,多動だからって、これ、このコメントどどどど、どういう意味お俺が多動だ、俺が動,動きすぎてるってこと俺が速いからお、落ち着いて見れないってこと焦っちゃう、三鷹駅のお,おトイレで聞いてます、デロや、忙しい、多動性、多動症、むずむずする、リスナーが落ち着いていられない、発達障害、あそういうことね、多動、多動、発達障害だから、俺のキャスが落ち着いて見れない、じゃあどうすればいいの俺 一つのことに集中で,できないっていうえどどど、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 そうですって。じゃあ、俺どうすればいいんだ。うん。まあ、米主が、えー、動いちゃうから、ゆっくり見たいけど、落ち着いて見られないってことかな。コメントが、ああ、そういうことね。お前、お前らのコメントが早いからってことね。<laughs> まあ大丈夫だ。あの、たいだからあの、30分経てばあの、誰も会話しなくなるんで <laughs>。30分たてばあの、みんな無言になるんで、疲れて。<laughs> お前らも年だからね。 昔はそんなじゃなかったじゃんニコ生時代の時さこんばんはニコ生時代の時はさ俺がさ4時間5時間6時間配信してもずっとコメントバーってあったけどさ今はもう10分でさ、ね、10分もって分うか30分経ったらもうさねコメントがさゆっくりな,なるよねああ右腕が最近せずコメントしてなくても聞いてるよ年ですよもういやいいじゃないですか俺も年なんでけどお互い年なんで ああ指がいやお互い年なんで俺も別にそんなコメントバーって出,出されてもさあの聖徳太子みたいにパー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 ,パーできないからさもうみんな若かったんだねいやまだ若いよ俺だってうんふけんふけこむなよふ <laughs> けこむなよ別に僕だって若いですよお前も喋るスピード落ちたよなまあ落ちたねかなりね10分の1ぐらいだったねうんマジでうん昔は本当になんかねマジで薬中みたいな感じだったよね あ、喋るスピード。これの10倍速かったからね。俺、過去の録画見るとびっくりするもん。うん。だい喋ってんのかなって思われ。こんばんは。これ、これで、これで。これの10倍。だってさ、そうそう。ずなんか、俺は全部読んでたって、だから会話してねえだろ、あんなん。あ <laughs> <laughs> 俺もうわかんないよ、ほんと、あの時の。ね。こんばんは。まあ、20代の若さですね。20代の若さですよ。若さ、若さ。 こんだ米拾えてればよいけどな。いやいや、こんなんダメダメ,ダメダメダメ。俺も置いた置いた。最近、かまっちゃき今日ね、もっと早く出会ってればよかったあ。人が話すと早いと聞き取れないけど、自分話すときおい早くなる。いこんばんは。いや、俺も置いた置いたー。これでもコメントなんかね、全然読んでるってみんな言うけど、全然だよ。うん、もう俺もね、全然コメント読めなくなっちゃった。えー、いン米全員拾い、すごいよ。作業しながらラジオ考え閉じて、聞いてるとき多いから、コメントは、えー、少ないかも。 えー、アラバキいつになったでよの今ですら結構早い方かカマッチは好きになってもう6年だあ,ありがとうございます皆さんもまあ6年でもなんでもいいんですけどえー、今はちょ初めてライブ応募しありがとざいます10代でやっといた方がいいことないですか10代でやっといた方がいいこと10代で学校やめることかなうーんわかんないまあ俺の場合は自分の人生だったらほんと学校やめたからここにいるからか海外旅行かなは 海外旅行なんで世界が丸,丸,丸くなるからああ俺の場合は本当そうですよ新曲めっちゃ良かったってまだ発表してないじゃんバトンでしょまだ発表してないお茶ばっかりやつ弾、まあ、き語りしかしないやりたいことやりまくれや,やりたいことやりまくれできるわけないじゃんそんな簡単に一番,で一番できない時期だろお前何言ってんだよこんばんは10代が一番やりたいこと一番できない時期だろなやりたいことやりまくれって 俺今38歳で今が一番やりたいことやり,やり,たいことやりまくれるもんうん今が30代が10代10代経てな生まれてね、えー、バーブ生まれて0歳から生まれて10代になって20代になって俺3030 30代が一番幸せや30代が一番マジで俺、ま、ほんと幸せだしいもう一番フリーダムになってる、うん、20代はやっぱね仕事いっぱいあったからねうん 20代は新生かまちゃんも売れてて、まあ、売れててってのもあると思うしなんかとりあえずライブもいっぱいあったし仕事がいっぱいあったから、うん、いいな幸せってそういう人いえ言える人になろう2週間前に新生かまちゃん知って曲を聞いて感化された新山ですええー、のこさんおととい渋谷駅近くいましたかそっくりは人がいました話しかけてもよかったですかいやーダメでしょ、ね、俺じゃなかったら恥ずかしいじゃんビデオカメラ持ってさこうやってさこうやってわーってやってさちょ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 ,ちょっと,ちょっとあの みさ,こさんちょっとちょっともうちょっと左寄って「ちゃい違えそれ回るなよ」お前「一回転じゃねえよ違えこっちだよこっち」って渋谷の駅前でそんな俺なわけねえだろな俺じゃない俺じゃないです話しかければよかったのに俺千葉県いない千葉久々行けたら38歳になってない6月です俺38歳うん俺けどあれあの話しかければよかったのに渋谷駅だったら別にさ俺あれでまあだから俺,俺の ね、印材誌以外だったら、いくらでもね、あの、自分からね、お前のサインもらいに行くし、なんだったら。うん、そんぐらい神対応するよ。うん、話しかけりゃよかったわ、ね。うん、全然写真だって撮るわ。えー、ノコはマスク外す。俺はコロナ前からマスクしてました。お前らと一緒にすんな。うん。え、ビスサインくる。俺はコロナ前からね、マスクしてるんだよ。お前ら覚えてんだろ。な、ツイキャスでもずっと見てきてんだろ。な。うん。 え私をさ握手もいいのってなしたん、全然握手もなん,なんでもなんな遭遇して神対応すぎるよ東京で見かけたら話しかけていいのって何がだからずっと言ってんじゃんそれずっと言ってるよ俺それ別にそんなん別にだってさそんなんでさ話しかけられてさお前逆の立場あったらさみたいなさ <laughs> ちょづいた感じにやるのやらないっしょ超嬉しいっしょ逆の立場ったらねえゴミがよって ねうん、ゴミが話しかけてくんなみたいにさそんなんや,やるのやんないやるわけないじゃんめちゃくちゃ嬉しいに決まってんじゃん話しかければよかった撮影しててもあと全然 <laughs> それはこんばんはえブリッジでかまっちゃが待機場所帯横通り過ぎてって立ったところに行かなてああいう時って名前呼んだりかないじゃ知らんねえよわかんない俺それは今日美女いいないつもいいです自分で髪切りました2日前配信しようかと思ったんだけど 恥ずかしくて配信しませんでした。はい。うん。体調きっかけでかまっちゃい払いました。次いつコラボしますかまあ来年ですよ。来年、体調とまた。うん。あそうそうそう。じゃ恥ずかしくてちょっとね、あのね、あのーやり、やりませんでした。あのー、うん。今やっぱこうやってね、アッパーな気分じゃないと、やっぱね、お前らと会えないんで、僕。うん。やっぱりヘタれなんで。ヘタれで、陰キャで、あのー、闇属性で。 シャイで無口であのー、本当に今こうやって喋れてることが不思議なぐらいあのー、そんな人間が「ああ俺、うん、こんばんはちょちょあのちょ」だからちょっとちょっとなんか気分の風をつか掴んだ時アッパーな風をつかんだ時じゃないと配信スタートボタン押せないんだよ昔から。うん それでで長時間配信できるの不思議だわいや違うんだよ長時間はできるんだよ逆にもうだって今さ別にさ30分経つそうじゃんじゃあもうさじゃ俺だじゃあ長時間だからもう2時間3時間経てばもう酸素が足りなくなってあのランナーズイみたいな,なんかラ,ンあのランニング選手のオリンピック選手の,なんかあのランナーズイみたいになって <laughs> 飲みそうに酸素いかなくなってもう緊張とかも何もなくなるの <laughs> 俺そういうことだと思うよ うん、こんばんはそう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 ,うだからだからな2時もう3時間ぐらい配信しちゃえばもうあとは永遠にできるもう何ももう気負いなく何も気負いなくだから最初なんだよね最初なんだよねやっぱり、うん、最初もう最初最初さえもうお前ら殺しちゃえばあとはもう別にそんな気楽っすよ はい、でも俺もね、けどね、まあ、ちょっと今日の配信、タイトル通り、ちょっとね、あの題材在通りでちょっとありますけど、またサイズで配信しよう、あのね、やりますけど、言いますけど、あのーまあ、僕もやっぱ配信15年っていうのは、まだ経ってないです、はい。まだ経ってないです、15年、はい。経ってないですけど、お祝いお茶ばっくだす。経ってないです。今日何日今日は9時、今日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 は3月13日です。 だからあの僕が15年前にスティッカムっていうね、落ち青千葉はスマホっていうところで始めたのが3月何日だっけななな何日あと6日だから19だ、そう19そう、19、19日、そこで15年ですね、15年で16周年目です、僕の配信歴も、16周年目に突入します。 いやーだからさ、このね、やっぱこんだけね、無口でさ、シャイです。めちゃめちゃ繊細でさ、ね。いや、もう15年やってきてるって、すごいよね、やっぱこれを。お前らこうやってさ、コメント、うーん、マジで、うーん、おめでとうって。いや、もうすぐ上位や、ほんとに。まず飽きないのがすごいは。は飽きねえよ。うん、考えたことない、俺そんな飽き。飽きた時とか。 考えたこともないてか自分がなんか配信を飽きた時とかなんかやめなんかやめた時すらも俺考えたことないけどね一番初めは何したん一番初めはねあのねここからね配信してねこのリビングから配信してあのうちのキーボーディストがいるんだけど新生かまっちゃんってキーボーキーボードの人にあの俺が今配信してるぞってあの当時ガラケーで E メールしてそう E メールしてそれであの おいって、おい、見れてる、見れてるって、そうそう、モノくんって人がいるんだけどキ、キーボードのやつが、おい、すげえ、これ見れてるぞ、毎日って、それが初めてです。俺も今でも、もう鮮明に覚えてる。いや、あれ、本当に、衝撃だったもん。うん、2008年、そう。2008年の、あの、3月19日です、それが。はい。ヘルメットかぶって電車乗ってないいつってないか。 それ、まあ、いいまあまあそんなのどうでもいい。どうでもいいっていうかまあまあ全部ねあのインターネットに置いてきてるから全部ネットに置いてきた。語ることもないんだ俺は。だからこうやって語ることもさユアちゃん引退だってってなマジであのユアちゃんがこんばんは。残念だ、えー。配信初期の頃から見たかったな、えー、ツイキャスの看板にもなってたね。えー、さ看板のああ、それゃそれねあ、はいえー。あれね。感動しちゃうな。 そこが伝説の始まりなんですね。最初、ガラッケーだったの。そうだよ。最初、ガラッケーっていうか、当時、ガラッケーじゃん。だって、当時、だってみんな新聞紙広げてんだよ。お茶ばかりだなんす当時、だって、俺が来たから、その電車、ハリメットかぶって、ノートパソコンで、ね、テ,レテレビサイズをノートパソコン持って、ね、渋谷まで行って、電車の中で配信した時俺がノートパソコンひら広げたけど、世の中の人はみんな新聞紙広げたんだよ。みんなが新聞紙広げてる世の中で、俺はノートパソコン広げたんだよ。アイモード えーめちゃくちゃびっくりだったろうな最初の配信先駆者だ、えー、新聞紙役に立つ今だってもう新聞紙広げてるやつなんかいないだろう <laughs> あれいつからいないんだろうね今でもいんのかな電車で新聞紙ってこんばんはえー、すごいたかすごいんだよすごいんだよ何がけどね俺ねけどね一番柴田と同期うん柴田と同期あいつもだから同じぐらいじゃないてか一番けどもっと長い人いるよけどちゃんと俺は言うけど うん、俺がリスペクトしてる永井先生とかもだってあの人なんてこんな配信なんか絶対しないじゃんもう何年やりましたなんてあの人なんてもう25年ぐらいやってんじゃん <laughs> ねえ永井,井先生と25年ぐらいあってうなちゃんマンとかもそうでしょもう20年ぐらいやってんでしょこれこれだってそうじゃんそうそうそう <laughs> ハイブロックの人はって <laughs> ハイブロックの人で通ずつ <laughs> だろうなちゃんマンでしょそれ <laughs> 真帆と消えたねって関係ねえだろ消えてねえだろがおめえのが消えてんだろうがなあ おめえに言われたくねえだろ魔法,魔法,と魔法と軍よりが消えたねっておめえのが消えてんだろこの世からうんくしはえっ筑さんって何してんのあの天才あの人天才だよね話術いやいや俺はやっぱ佐々木さんがやっぱり復活してほしい今でも佐々木さんピアキャスのあやっぱあの人がやっぱ本当に一番面白いと思ってる今でも、えー、柴田永井先生放送や永井さんすごいよねこまりだから永井さんとかだからねもう25年とかもう,もう分かんねえけど うん、そんなこともじこんなこともこんなことも言わないだろこんなことも言わないだろうんすごいよねマジでここ、うん、伝説の佐々木さんみんな元気なんかないや死んだ人もいるしいっぱい七森さんは復活したのね復活したのかピアピアキャスこの前石川紀之がのッさんの話してたよん <laughs> で俺の話すんのなんか話すことあんのあいつ俺の話 たまにお前,のさお前のコメント、お前がさいつも言ってんだろ、お前が多分、うん、お前が石川紀ね、ノリラジリスナーでさ、いつも俺さ、20回ぐらい聞いてるんぞコメント越しで、ノ、う、リ、ん、ちゃん、俺通りけど、本当にね石川紀之はマジで配信キングだと思ってるから、光栄です、光栄です、定期的に俺の名前出るの嘘でしょ。 怒ってない人俺、全然信じらんない。俺、別に石川紀きの配信はさ、あのまあ、最近はだから見てないけど、昔、本当にそれこそニコ生時代とかさ、なんか、もう昔に、超昔だけど、見た時はあったけど、ねツイキャスト見たことあるよ、当然。うーんいや、俺、けど、それがね、配信キングだと思ってるから、こんばんは。うん、配信歴なんて言ったってさ、そんなもんさ、数字でしかねえじゃん。な 俺だってさ、別にさ、15年やりましたってさ、言うけど、一応ちゃんとですね、謙虚に言うけどさ、別にさ、毎日毎日配信してるやつからしたらさ、俺が例えば、石川のゆきとかもそうだけどさ、横浜緑とかさ、毎日配信してるやつらとかさ、あれはもうレベルが違うじゃん。もうさ、ね、俺なんかと。ね。毎日配信してる連中でさ、もうさ、なもう15年でも何でもいいけどさ、ね、もうそんなんやったらさ、もうレベルが違う。 なえー、香川さんは残さん受けあの人愛されてるあもうありがとうございますマさ。ありがとうございます。香川さんも知ってますよ。えー、のいろんな会話から一目遅れてないです、絶対。生活た空間は足りながらしい、ゼロワンも残さん好き。<laughs> いやー、ちょっとこっぱずかしいからし、やめて、うん。一応名前知って、俺はョーさんのね、あ,あツイッターで配信者は全然知ってるから。え、うん、最新毎日は話題がなくなりそうだな。いや、話題になるんだな、それが。もう適当に話せえや、こんなもん。ね。 こんなもん適当にはねあのねもうね困っただってさだって別にお茶の話すればいいんだもん目の前にあるはいこれねあーのーね濃い濃い最近もうコーラやめてあのねそうコーラやめてあのもう俺本当に前も言ったけどマジであのコーラやめ,やめて炭酸やめてハゲるからハゲの原因になるから炭酸ってだからそれが理由であのー、お茶飲み始めたんだけどそうコー,コーラ であ,ってあとあともう一つ理由があってそうもう一つ理由があってあのこれね YouTubeYouTube YouTube 開いてあの YouTube のおすすめ欄ってあるじゃんみんなも YouTube 開いたらお,お,すおすすめ欄出てくるでしょおすすめ欄にねあのさあの外国人のさロナウジーニョみたいな名前のやつがあクリスティアーノ・ロナウドだクリスティアーノ・ロナウドの動画,動画が出てきてそいつなぜか知んないけど俺,お俺のおおすすめ欄に YouTube の おすすめ欄に「ハゲるって待って何がまだよまだよインターネットで最近話題になってよモンスターとか特にハゲるモンスターとかコカ・コーラとか炭酸まあ炭酸ジュースはちょっとハゲを促進しますってお前ら別になんかこのニュース見たやついるっしょ初耳え結構なんか話題にえ2週間前ツイッターでなんか話題になってたじゃんツイッターとか2ちゃんとかインターネットでさ話題になってたっしょえそうなのそうなのって何が ニュースさ酒も炭酸ジュースになる。えわで、だえ俺が拷問なのはコーラ飲まないからなのか。いや、ここ、そ、ここあ女子も、女子、エナドリっていうのは見たよ。だから炭酸でしょ、エナドリもコーラも、エナ,エナドリって。うん、だから違う、それでインターネットで見て、俺もインターネットがツイッターとか見た、あのエナドリはハゲ、ハゲる、ハゲの原因の、ああ、違う、ハゲの原因になるっていうか、そのね、あの男性ホルモン。 そそもそもがあのテストテストテスト,テストロンっていうなんか男性ホルモンのそれがあのハゲの原因につながるわけでねあのオナニーしたりとかそういったもそうなんだけどそれがあのテストテス,テ,テストステステトロンっていうのがあってテストステステストテストステロンっていうのがあってクリロナとこ行ったクリスティアーノ・ロランドはだから俺の YouTube のおすすめ出てきたんだよなもう終わ,り終わりじゃねえけど。 うん、おめえらさ、あのさ、今、モンスター買うところだったんだが、じゃあ、おなには無理、それ俺、性欲は無理、無理、まあ、そこだけは無理、俺、性欲なくなったら死ながまし、もう、ハゲてもいい、それは昔から言ってる通り、うちのお父さん、毎日炭酸ジュース飲んだけど、まだハゲてないよ、チナ50歳、うるせえんだよ、な、お前は50歳で、お前は何、小学生だってアピールしたいんだろ、俺、チナを、チナを、チナ38になります、チナアラフォーです、チナアラフォーです。 石川のりゆき、横浜緑、大島良介とコラボしよう <laughs>。<laughs> 俺が一番まともじゃん。無理でしょ。俺が一番まともだから <laughs>。俺が一番まともだから、無理です、それは。なんか昔からお前ら誰かとコラボしろ、コラボしろって。考えただけでも恐ろしいわ。うん、もうああ、いやいや。ハゲたら頭にタトゥー入れます。ああ、頑張ってください。ハイボールもやばいかな。知らないです。だから、とりあえずそういったね。あぼだから僕が見た限りよ。 お前ら俺はインターネット、グーグ,を俺俺俺はグーグルを通してお前らに伝えてるからね、俺の中から生まれたこ,これは言葉じゃ情報じゃないからね、俺がなんか提唱してるわけじゃないんだから、<laughs> だからこれで高来探査やめて、<laughs> ハゲたじゃねえかって、クレームとかやめてくださいね。はい、スクラールあてらあてら えっと、国会議員が混じって、プぷー,ーさんあさ、深瀬さんとのコラボいつ実現しますかあれ、また、あの、もうちょっとでします。えー、横山みどりが49万円の歯ぎ薬飲んでたらしい。高すぎだろ。取 <laughs> り上げるって。真空ジュースを言った。49万円って騙されてない薬で。<laughs> 切り抜きされる。のこさんってイントネーション、性欲ですよね。性、性欲、性欲。性性欲性性。性欲。えー、まあ、イケメンだからな。 ないで使えてまあ、とりあえず僕もまあ、いつも言うけど、ど,うするの,どの道はゲるんだけど、ね、ゲるんだけど、まあ、遺伝なんで、遺伝には勝てないんで、でもちょっとでもやっぱ遅らせたいから、ね、そのゲる時期を、ねあ、遅らせたいから、それは男ね、みんなわかる,わかるでしょに、人間だったら。ね、みんなわかるでしょ、気持ち。えー、せよ、40、えーなえーと、リアップやめてゲの具合どうだからうるせえな、ゲてねつってんのにまだ。 ハゲたって何だ,だ,だってずっとファンや当たり前だろファンだったらそうであれや <laughs> 俺がだから別になんか頭取れようがハゲようがそれでファンやめるやつなんてファンって言わねえやそんなやつ <laughs> そんなやつファンだと思わねえ俺ハゲ <laughs> たらカツラ使いませんハゲたら坊主にしますまあこんな話はもうずっとだからね夢中だからこ,れこ,こ,れこ,この話もだってさ俺だよ あれ15年前から言われてんだよだからその配信始めた時からさねお前はハゲって、うん、いやてか俺向かったから15年前からハゲって言われてんだよてか俺小学生の時からハゲって言われてたからねうん何だったらうんで15年前からコメントでハゲって言われてまあちょっとは薄くなったかもしんないけどけどまだ全然ね全然別に普通、まあ、全然ハゲハゲとは呼ばせないレベルじゃんねだから逆に言うとお前らがハゲだろ ハゲっても嫌いになれないプロなだからお前らは逆にハゲたやついるだろう。なあ、うん。この15年の間。ね。うん、え子さんハゲってこと <laughs> ないそのワード子さんハゲって。だからハゲってねっつってんだろう。<laughs> なんで子さんハゲって。えー、まあこれ何の会話ちょクリスティアーノ・ロナウドの、ね、とっておきの話をしたいんだけどちょっとずっと。 本格的にあげたら、えー、スキンヘッドにコマさん掘ろう。うるせえんだわ、さっきから。<laughs> スキンヘッドにコマさん入れすぎ入れようとか。入れねえよ。入れねえよ。あげて俺がコマさんの入れず入れるわけねえだろ。<laughs> 私は無料多くて困ってます。あいや、いや、困っとき、困っとき。ね。一長一短なんだよ、人間ってのは。よくできてんだよ。あ、元気、今は元気です。今は元気昨日は死にたかったけど。 今は元気です、元気だから配信してます。昔からハゲハゲ言ってます。だから今晩、お前らハゲハゲ、俺のことまあハゲでも何でもいいけどね、まあハゲでもね、なんか言ってる連中、お前らね、お前らの方が、やっぱこのね、15年とは言わずにね、俺を知ってからね、知り合ってから、ね、あれ劣化、ね、身体的に劣化したのはどっちなんだいっていう話もあるんじゃないかい。ね、エネルギーとかもそうですよ。ね、残さ、今、精神薬が出だす。 お前と知り合って、のこさん今元気にこうやってね、はちゃめちゃにね、あの、とき,ときめきかけてますよ。ああ、ときめきかけてる。で、逆に客席のてめえ、客席のてめえはどうなんだいねえ、エネルギー。おい、おい、おい、エネルギー。アグレッシブだよ。おい、えい、おりよ、おい。元気だね。おい、えい、いえ、な、死にかけや。 ルフィ名言ボットって名前なんでよお前 <laughs> 死にかけて <laughs> そんな名前で死にかけんねん <laughs> 名言ボットだったらもうちょっとあんだろう <laughs> コメント <laughs> のこさん本当に酔ってない俺マジで酔ってないナチュラルハイマジ酒も飲んでない俺も本当に1時間で配信やめてもう続きいきますバトンの PV のでもってまあまあハゲのちょっと話はちょっとあれなんですけどお茶を飲み始めたのはまあそれもそれがあるんだけどあのそのねあの僕 あの本当にこれマジこれ本当にねあのねまた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 ってねあのー、なんかのこさんまた作り話お茶バックアいつも通り作り話ばっか言ってうまいなってなんかね思ったりすると思いますけれども僕けどあの本当にマジでこれ本当に YouTube で開いたら YouTube 開いたらおすすめおすすめ画面出てくんじゃんおすすめ動画紹介されんじゃん訳わ,わかんねえね普段見てねえのにさ。 普段見てねーような動画とか,さなんかあのあのさあの東宝シリーズのさあのありあああああ,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 ありさとかさあそゆっくり動画とかのさああいうのとかさそ出てくん俺そんな見てねえのにあれ出てきたりするんじゃんでもそんな中でなぜか知んないけどそれに紛れてゆっくり動画にねマリサだマリサマリサ,マリサ東宝シリーズ俺やったんだよ俺東宝中だったんだよ昔精神薬改造すうんマリサ知ってるわ 俺、東宝、パソコンゲームで俺、東宝買ってたんだよ、ゲーム。こんばんは、これでも。まあまあ、や、その昔話はや。めっちゃ懐かしい。うん、サントラも、サントラも買ったし、俺、東宝シリーズ、こんばんは。まあ、そりゃいや,、はい、やってた。うん、どうぞどうぞ、サントラもった。でもって、それで、でもって、それで、東面白いですか、面白いよ。あと、曲いいよね。うん、サントラ、そう、ずんずん。でもって、でもって、その,あの、おすすめ動画が、断幕がうるせえんだ黙っとけ。 もう一回初音ミックで歌わせてほしいうるせえああ初音ミックそのねマリサカテキンだなそれで「ゆっくりのマリサで」で曲素敵だよね曲だからお,おすすめがあの出てきて YouTube のおすすめ動画がクリスティアそのゆっくり動画に紛れて説明動画に紛れてあのクリスティアのロナウドの動画が出てきたのある日ある日ある日なんて曲話聞けよな 俺のクリスティアーノ・ロラードのこのとっておきの話どうでもいいのあの東宝シ,シ,シリーズで俺のこれ俺結構すごい記者会見のやつないやいやいや何で知ってんだよお前記者会見のやつってちょっとな,なんで知ってんだよちょっと待ってものすごい鼻水だね <laughs> ちょっと待って漫画ガみてえな鼻水が出た 花粉,花粉症なのかなおいちゃおう今日さいやち今日昼の12時起きてさじゃあ今日ね母ちゃん今日花粉症っていうか今日ね僕昼の12時起きてずっとね,あのね、まあ、最近だから途中から来た人もいるけどまあバトンを。 あ,こあちょっと長くてすみませんこれこのバトンを海に思いっきり投げてまあ、追加するのも弾き語り聴かせるたし新曲、うん、それちょっと99%新曲ちょっと作り終えてましてまだ、あ、ちょっとアレンジとかちょっとしてんだけどまあ、99%曲は作り終えててで今 PV 作ってますはい久々にちょっと美佐子さんとかもねあってかそうか美佐子さんとか y うとかまあ、4人出ます、うん、ちょっと作る作るかどうかいやまだ作り終わってない作るかどうかちょっとなんか,か最初別にいらねえかなと思ったんで PV うん いらんやかなって思ったバトンつくの決定決定決定,決定,決定ここまで来たもう決定最初はねけどねもうつくなくていいやと思った一1万円でいやそれでもよかったから1万円で俺の写真こうやってやってる俺がこうやってやってる写真1枚絵でもいや別に良かったからそれでいいやと思ってそれとだって、まあ、俺はあの、ね、前も話したけどもう1曲新曲 PV 作ってるからもう1曲ね もう一曲新曲 PV 作ってるからまあ別にそ,それと一緒に出そうかなみたいぐらいにね思ってたのもあるからそうそうそうでもまあとりあえずバトンは一応バトンであの試しに、まあ、一応作ってみようってなんでかっていうとまあなんかこバトンのまあちょっと聞かしたけどなんか曲ねこっちの曲の方はなんかまあ俺もこんなんかその,の MVPV なんか映像にした時にまあメンバーがね そう出れるんだったらこっかなと思って俺的俺にも気持ちがあるの俺的にも気持ちがあったのそう気持ちが俺的にも気持ちがうんんかそうメンバーと普段だって俺一人じゃん基本的に俺,俺の実製作 PV って昔っからメ,メンバー出ることそうなんだじゃんモノんたまにさあいつなんかしゃしゃり出たからさ目立ちたがりだからさスーパースターマンみたいにさそう目立ちたがりだからあいつたまになんか出てくるんだけどねえ出して出してってこんばんは あんまりメンバー出ないんです。基本的には出さないんですよ、僕。自分一人だから。なんでかっていうと、これもなんでかっていうと、まあ、まあ、結局、僕の曲だし、まあ、なんか僕が、まあ、出るのが一番いいし、まあな、あと一番、一番の本当の、一番の理由って、共同作業嫌いなんですよ。はい。作品作りで。はい。共同作業嫌いなんですよ。うん。やっぱね、作品作ってるあんたらわかるでしょ。<laughs> 作品作ってるあんた共同作業だからねこれもね言っ,て言ってきてるけど映画とかさドラマとかさひと一人じゃできないじゃんああいった映画とかさドラマとかだから俺映画監督とかああいうのとかね他まあなんか共同作アニメとかもそっか漫画とかもそうなんかなアシスタントとかまあなんか共同作業で作品作るっていうのは本当に俺本当にリスペクトしてるよリスペクトしてます 出演だけも嫌なのいやー出演がい今嫌っていうかまあなんかねいろいろストレスがねそう共同作業そういやストレそうストレスあるっていうかそう,そうなんですよストレスっていうか別に別にメンバーね俺のことを殴ったりとかしなんかねなんかさ お前だけなんかか,かっこいいからって調子乗るなよとかさそんななんかさオーラ出したりとかしてこないよそうそうそうそんなことしてこないみんなめちゃくちゃね俺がさあのさ、ね、あの地獄に落ちろって言ったら地獄に落ち,落ち,落ちますよあいつらそんぐらいじじじ従順ですよ僕に対してでもやっぱりそれでもねやっぱりいろいろそれでもねそれでもやっぱいろんなことなんかいろんなだから俺ってなんかやりたいと思ったらすぐやりたいのだから来てって言ったらすぐ来てほしいの あのワープしてなんかね、そういうことも、そういうとこもあんの。俺、もう、やっぱ、バってやったら、エネルギーバッてやって出たら、もうすぐ、自分一人だったら、すぐ撮影撮れんじゃん、バって。自分一人だったら、自分、バって。で、ね、親父とかさ、あんなんさ、ね、メール、電話してさ、おい、はい、っこいいよって、ってさ、親父呼んでさ、そういう、簡単じゃん。うん。メンバーとか、なんかね、ちょっと気使うしさ、気使うし。 かまちゃんの子さんの濃度100%プラス神演奏メンバーさんですもんね。お前皮肉か。神 <laughs> 演奏メンバーさんですもんねって。<laughs> そんなこと多分ここのうちのファン誰一人思ってないぞ。うん、昔っから。モノ君とミサコさんは、うん、に至っては、まあ、ずっとやってきてるな。あいの二人に至っては、もう大体キャラだから。 キャラキャラクターだからうんキャラ、いやほんとさあれは天性の才能でしょモノ君とミサゴさん俺マジで俺そこ買ってるからねもともとだって俺はさあのー、メンバー募集掲示板で10代の頃からねあ10代の頃ねバンド組む時に100人には会ってんの出会い系サイトで100人それはギュギュ俺は募集すメンバー募集するときにあのその項目に書いたのは技術問わないうん技術性別問わないもうそういうのじゃないうん俺は会って やっぱキャラとか、なんだろう、いろいろ、やっぱ個性とか、もうそれにおいては、もうさ、美佐子さんとさ、モノくんなんてさ、あね、技術が10点でもさ、ね、技術が10点でも、そっちで200点取ってんじゃん。ね、いや、俺もか、俺も勝てないよ。勝てるわけないじゃん、あんなか勝とうとも思わないよ <laughs> マジで。モノくんとか美佐子さんね、特に美佐子さん、すごいね。<laughs> 美佐子さんはすごいよな。 うん、あれは本当にまあモノクもそうだけどさ、うん、モノクもすごいよすごいんだけどあいつもすげえんだけどモノクはモノクねほんとにすげえんだけどさらにやっぱミサコさんがねやっぱねちょっとねキャラミサコパワーいやあの,あの人はやっぱねすごいんだって思う、うんまあ、モノクもだからミサコさんもやっぱりそういったキャラキャラでキャラキャ,キ,ャキャラ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 クターっていうとことかまああとはやっぱキャラっていうけど大切だよ 俺やっぱこうやってやっぱね新生観覧車長年やってきてやっぱ本当に俺が自分が間違ってなかったって思うもんやっぱりそうやって人間性とか、ね、技術で選ばなかったって本当にね思っててなんでかっていうと表向きで別にお前らの目の前でさあのキャラとかあるのってのはさまあ、仕事上とかねそういうのあるのってあるじゃん俺の子さんとかは俺とかさまあお前らの前でこんな普段はこんなんじゃないよ。 普段こんなんななじゃないよ俺俺普段無口なんだよ。車で隣にいたらさあれなんか大仏みたいだなって思われるぐらい無口なんです本当になんだよ俺昔から。これ本当でメンバーも言ってるっしょ。言うだって言ったろ。野子さんって全然喋んないんですよ。つまんないっすねって言ったらあいつ、ね。だからそんぐらい俺本当に普段は喋んないんですよ。うん、でも俺,俺はそんな感じなんでもモノくんとかミサコさんって裏っ側でもあれなんだよ。うん。 もう裏っわでもあれなの。だから、おお仕事上、表でもあれだし、裏っわでもあれなの。ずっとあれなの。だから、要するに。すごいよね。だから、だから、それって、あの、表向きっていうところのキャラクターっていうところで、そこもか当然、勝ってるよ。でも、俺は、どっちかっていうと、裏っ側のところのが勝ってると思う。俺は、多分一緒にやってきて、その裏っ側、そのみんなが見えないところ、うん、そのプライベートなところ。 そこでもやっぱりすごいやっぱ雰囲気作りとかもうあのみんなが知ってるまんまだからミサコさんとかモノクンってだからすごい居心地いいんだよ <laughs> っていううんすごくなんかいい話してる俺今これメンバー聞いたら泣くぞうん尖ってるよねえー、みんなみんなあんまペルソナなペルペペル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 ソナなさそうああまあまあモノクンはあるけどあいつは表裏全然ありますけどあいつは表裏あるからあのお前ら騙されんなよ <laughs> あいつ、バカなふりしてるだけだからな、バカなふりして、あいつずる賢いからな、マジで、あいつは表裏かんな、美佐子さんはけど、まあ、本当になくて、美佐子さんも別に裏側あるけど、まあまあ、けどやっぱあんな感じですよ、美佐子さん、本当にね、うん、やっぱですねそうそう、まあまあ、そんな感じ、まあでもまあまあ、そんな感じ、とかなんで俺いきなりメンバーをなんか褒めるコーナーになってんの、これ、こんばんは、ちょっと話がそれすぎ、そう、こんばんは。 PV の話だから,だからそんなメンバーをね一応、まあ、ほまあ褒めちぎったけどあいあいあいつあいまあとりあえずあのそう1人がいい基本的にはそう1人がいい、うん、それは曲作りだってそうだよ、うん、曲作りだってまあそれは別にわかるゆうのすけ、まあ、ゆうのすけはねあいつはまた別のとこでいるとこあるからうんキャラっていうところは勝てないよ俺,俺も俺もだしそれ俺もユうもうん モノ君とかミサコさん、だからあんなもんはもうさ戦えるお、土俵が違うで、ね、大谷見たいおお、大谷、だから大谷、WBC 見たか、あれ、WBC で俺見てたんで、ずっと、俺、違う、野球をさ、違う、人生で初めて俺さ、野球、俺、2枠かも2枠かもいいとこ俺、WBC だけはなんか見るんで、野球、あの前回2009年のイチロー。 そののピアキャスで配信見たの昔、2009年の配信で、2000俺そのときも見た、そのときも感動した、WBC はなんか見んの、俺、だって WBC とかワールドカップってさ、だからだってさ、野球界とか、ねだからオリンピックみたいなもんしょ、スーパーすごい、うまい、それ見れば、もうね、あのワンダフルセットがあるってことじゃん、だから大谷、大谷って、もうさ、メディア洗のしてんじゃん、みんな、俺もメディアせん、<laughs> 俺も大谷、大谷フィーバーに乗っかってるんだよ。 ノータリーフィーバーに乗っかってそれで、えー、チェコ戦だ俺ライブだで大谷フィーバーに乗っかって俺先週だから俺初めてねだから先週は俺ずっと WBC と,とバトンの新曲やってそれだけそれだけずっとあとはもううん、しこってるだけでそれで WBC ずっと見て大谷がす,すごかったねやっぱ大谷すごいすごいね。俺で それで俺、ダブル俺野球なんてルールも知んないのよだから、やっとヌートバーもすげえね俺、だからルールも知ん,んないのでもちょっと覚え,覚えたのこっち行けばあのボールなんだなって、うん、ボールで、うん、あの走れば一塁なんだなとか,そうそうだからそ本当に何も知んないぐらい野球のルール、マジマジそんなにわか超にわかの俺が夢中になって WBC 見てね ワールドベースボールカップ見て、その、その、先週、は、初めて、ああ、じめ、初めて、先週ね、先週初めて、あれ、な、な、な、何戦だっけあの、チェコ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 チェコ戦の前、チェコ戦の前、韓国戦か。韓国戦。俺、あれさ、生まれて初めて、最初から、ダルビ、ダルから、ダル、ダル、ダルから、ダルから最後まで、見たの。初めて野球を。長えよ 長すぎだろ野球4時間かかったよ俺8位から確か見たんだけど夜の12時だったよ <laughs> ずーっと俺ソファーでさこうやってさずーっと見ててさいやー面白いなって思いは見てたよ面白かったよ面白かったから全然見れたんだけど長けよやと思ってさ最後さすがに俺何してんだろうって思い始めてそう自分そう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 俺,俺見たの初めて初めて、うん、初めてそう いや俺そう3 3時間目でそういや俺もちょっと人生頑張んなきゃなって思い始めて3時間ぐらい経って、えー、なんか俺もちょっと自分人生頑張んないとなって思い始めてんのに3時間目で終わんねえのなんか7回裏かなんか分かんねえけどずっと野球が早く俺はバトンに行きたいのにバトンの PV 編集とか新曲の自分の人生をの、ね、ホームラン打ちたいのに終わんねえんだよ、うん、視聴率50%でしそれ俺見た。 だかららお前らほとんど見たっしょ視聴率50%だよすごいよねうん、うん、来週ヤクルト感染しておもろそう自分の人生の本目離せないよねあと1点でコールドだったのにねって当たり前みたいに言うなコールドってなんだよ ね、見てないや韓国見てない一瞬見た見てない現地行った見てない見たツッツッツテレビでちょこちょこ見てない見たテレビで見てない見てない見た見たすごい見た見てない普通見る、えー、大谷目当て見た野球はサッカーに通って長いゴールド視聴、えー、率ゴー,ルドしゴールド試合じゃなくてコールドな、えー、大谷のホームラン生で見れたあ生で見に行った人もいるんだ生で見たってすごいなわざわざチケット買,いに買ってみたアマプラ見れんかあった 7回すぎ、え切り抜き、キキニュース得点差つきすぎてて勝ちになると野球戦連れてかれる、ここここここ切り抜きだけ見た、すごいね、生すごい、見てないけど、ニュースその生で、生で、大谷さん、大谷の登場曲に、かまちゃ使ってもらおうじゃねえ、うるせえよ、びっくりした。けど、あれ、塩見選手だっけ、ちょっとすいません、忘れ、自分なすいません、あのしあのお前らが教えてくれた、あの野球、プロ野球選手の、あのその方、塩見選手は僕、俺の曲、使ってくれてるんだよね。 ね、俺の曲「僕の戦争」「役」いやあそうマジでって何がそうだよ塩見選手ありがとうございます本当に嬉しいです嬉しいですありがとうございます、うん、僕の戦争使っていやだから俺もだからお,お,お前らお前らのあのねゆうの,のハンターからツイッターのリプライでさあの動画送られて、ね、野,球野球場に俺の,俺の戦争が流れてさいやー いいやいやあれ、あれ本当、お前、だって、お前、そんな人生ないじゃん、絶対お前なんて。いや、自分の曲がだってさ、野球場で流れ,流れてんだよ。俺は嬉しかったっすよ、だから。まあ、そんな感じで、それで、大谷みたいなもんって、なんか過去を遡ると俺は言ったんだけどおおお、大谷みたいなもんって言ったのはなな、なんでか忘れたけど、あとそのね僕ね、ヤフーニュースで見たんですよ。 ヤフーニュースか、ニチャのニュースか、ツイッターのニュースか、なんかネットニュースで見て、見て、見たのが、ね、見たのが、大谷は、なんか、WBC の、他の大谷以外の選手のあのインタビュー、みんな、なんか、もう大谷が人間じゃないってインタビュー、あのコメントしてて、なんか、野球つまんねえみたいなことも言ったら、あれは、あれはもう別競技ですよみたいな。 そう大谷はだけは別競技ですよあプロス、プロ野球選手がだよ、そうプロ野球選手がだよ、うん、プロのプロが、ね、もうだからそういったようなもんっていうのを、なんか例え話で大谷を使ったんだけど、な,な,なんで俺が自分が大谷って言いたかったのかな、うん、自分が大谷みたいなもんって言いたかったのかな、この新生かまっちゃんにおいては、うん、この企画外、うん、最強すぎて、すごい,つつない、みんな子供みたいに喜んでみたね、あそれを見た、ね。 野球やめたくなったえメンバーが多いけど大谷って本当ぱそんぐらい企画外ってすごいすごい,んだよす,ごいすごいでしょうね実際そうだったもんなあの動画ホームランね、パコーンって言ってさね、あのだって解説の人がさおい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 ,おいあーって言ってたじゃんあんな言うんだって思って解説の人もさ音楽界の大谷なの俺があはい思ってるらしいおお俺がお音楽界の大谷だったら どち,ゃくそど,どちゃくそにやってっしょ、お仕事休憩中、先生がちょっと聞いて、生き延びてます、ありがとうございます。案内すごいのに、鼻にかけてないところがまたいい、鼻にかけてないって何に大谷のイントネーション、だからホテル大谷と一緒し緒俺、合ってるっしょ、ホテル大谷がまず合ってるのか、忘れたんだけど、ホテル大谷と一緒って前、昔教わったんだけど。 合ってるよね大谷おお大谷大谷まあ、どっちでもいいんだけど配信と音楽の二刀流あそう,だか,らそうだから大谷なんて投げれるし、ね、それで165キロとか投げれるからもう人間じゃないみたいなねうーん一緒じゃないよ一緒にだけ一緒にしてねえや <laughs> 俺が大谷と新生かまっちゃんがなあなあ新生か音楽界にお前音楽界にじゃあ誰だよ大谷ってあんな 企画外のもうでやめたくなるんだよ俺音楽つまんねってなるんだよプロがあのミュージシャンがいて音楽もうつまんねえやめようみたいなそんなレベルのミュージシャンって誰だよおい大島ってだ,だ,だよだから俺以外俺以外誰いるんだよなあイントネ、ね、いんとねとんでもないパワーでしょそれってねとんでもないパワーでしょ自分の曲でもって作品でもって、ね、筆を折るってなあ どう頑張っても立ちって周りを見ュージをお手上げやめたくなるイントネーションがおな何が大島ってないが大島大谷と大島が同じ野球選手は走ってる新幹線の中が見えるんだよ野球選手は走ってる新幹線の中が見えるんだよって見えるわけないじゃんそんな俺だって言えばそんなんさ今晩見えるって言えば見えるってなるじゃん走ってる新幹線でああこれ今日は56人乗ってましたって レオナルド・アベンチみたいな。大谷、大島、同じイントネーション。だから、同じイントネーションって、だから同、同じでしょ大谷、大島、大島、大谷。だから、間違ってないでしょうん。間違ってないでしょ大島、涼介じゃねえよ、俺は。大島、涼介だよ。大谷、大谷じゃねえよ。<laughs> 大島、大島、涼介じゃなくて、大島、涼介だよ、俺は。だから、大谷、涼介だよ。大谷、涼介でね。大谷、大谷と大島で一緒じゃん。 違うよって、何が違うのま、ちょ、真面目に分かんないんだけど。谷のとこが違う。お、お、大谷大島お、合ってんじゃん。お前俺のこと大、大島って呼んでんのまさか。うん。大島って言ってんの大谷亮介ってな、ね、いじゃなくて、のこは、お、大谷になってる。お、大谷お、お、お、大谷オイスターバー、YouTuber ーー。 イントネーションや,やっぱ個性的なんだね俺ってやっぱ YouTuber もオイスターバーと一緒だよってオイスターバーオイスターバー YouTuberYouTuber ーーーーーーオイスターバーこんばんはみーさこって何たまに言えてるかややこしいそうなのこん <laughs> いや俺別にあのさあのフリしてるわけじゃないかんねなんか時間稼ぎしてるわけじゃないかんねこんなクソみてえなこんなクソみてえな 俺はそこまでせこくないかんね <laughs> そんな別に配信の時間稼ぎなんか何もメリットねえしさ <laughs> うんあわーっと聖マリと一緒大谷聖マリいや俺分かんない本当に分かんない大谷大谷イントネーションで時間稼ぎしたらいや俺これ,これマ,マジ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 ですこん晩んまあどっちでもいいやでもってまあまあまあそんな大谷って感じでメンバーからしたらね大仁田と同じじゃない大仁田大谷ああーこれか オッケーオッケーオッケー。Okay, okay, okay, okay. 分かった。マジで分かった、今。大谷ね。大谷ね。えでもさ,あのさ、ニュースキャスター大谷って言ってるぜ俺が。俺がテレビつけっぱなしで。てかおいやだって、WBC 見たんだよ、ちょっ,と待って。俺、WBC ずっと見たから、見てたっつってんじゃん、4時間。4時間もその前の、あの韓国戦を見たし、その前の試合を見た。チェコ戦はライブだった。ライブで見れなかった。あのだから、それでずっとお、ね、さあ さあさあ、さあ大谷だって言ってたよさあ大谷だって言ってねえよさあ大谷だって解説が言ったら俺だってさあ大,大谷だってなってるでしょさあ大谷だって言ってるからさあ大谷だって俺もだってテレビでクイズになったんよ、ね、うん、うん、ああてか大谷さんだけどな、はあこんばんは大谷君、たまさか実況だとイントネーション俺年,年下だからなてかさあびっくりするのがさ俺さダルビッシュがさあのさ 年下ってのがびっくりしたんだよね俺ダルビッシュはさ36歳って書いてあってさ15年ぶりかあ俺だから2009年の w c 見たってたじゃん2009年イチローの伝説のあれあん時のさあん時のダ,ダルビッシュで見てたから俺全然年上だなと思ってて年下なんだよね結構びっくりするの俺、うん、ダルビッシュもそうだしあのー、サッカーでいた中田 中田さんもそうだし中田あいつもあのマ b e m マの関西弁もそうあのあいつもそうだしあいつも年下だもんな秀じゃねえや中田中田圭介圭介圭介本田本田本田ああ中田じゃねえ本田だ本田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 あああ彼も年下だもんねそう考えたらやばいよだから俺がカ観してるカ観してるけどさあいつら見たらやばいよねうん やばいよ <laughs> マジで考えたら達観してるって俺も言われねやっぱ昨今ずっと言われてんだけどすごい貫禄あるよねだって大谷大谷ってさあの29歳だっけあいつあいつさだってセックスとかもしてなさそうじゃん分かんねえけどなんかもう全部を野球でやってそうじゃんね 藤井風とかも達観しすぎ。いやでも今のやっぱね、若い子はね、お前らもいるだろう。今お前ら若い子高いすぎだよ。ねえ、もっとチンコ出せよ。心のチンコ。なあ、心のチンコ勃起させてもっと射精しろよ。ねえ、お前らさ、どんだけ達観してるんだよ。インターネットかインターネットで炎上するからか心のチンコ勃起させて射精させたら。なあ、インターネットかネットの炎上怖い,怖いから、 そこでネットでただた,ただただ,ただされたかうん見せてって見せてんじゃん俺今俺めちゃめちゃ勃起してんじゃん今ここのチンコ勃起させて今こうやってステージ上でお前ら射精してんじゃねえかよお前ら客席なんだよ俺はステージにいいんだよこの差だよあらがて下に行くなえー、おどうしたお大谷えー、例えがしんどいえー、えー、急に下ネタいやーこれ下ネタじゃないんだなー だから俺にとっては射精とかチンコとか下ネタじゃないんですよ。もうこっからも違うんだよ、もう。いつもね。うーん、もう俺はわからん。基準がもう違う、もう。全然俺はもうだってアートは射精だと思ってるからね。基本的にアートは。アートは勃起であり、射精だと思ってるから。うん。いや別に変態領域とかじゃないよ。カービィ好きなお前さ、俺の話聞よ、さっきから。カービィ大好きだよ。 ドヤ顔ドヤ顔おもろしろいって言うけど俺は真面目に言ってるよ「性欲リビドーと結びついてると思ってるからやっぱ性的衝動みたいなうーんたまにそれツイートしてるって言うけどそのやっぱ性的衝動とかやっぱそういったものちょっとやっぱ結びついてると思ってるから俺はねだから自分はハゲてもいいから性欲だけやっぱなくしたくないなってはいでもってめちゃめちゃ遡るんですけどめちゃめちゃバハムート、あこれニコ生でも ニコニニココ生でバハムートねあの5万円あまで五5万円ギフトギフト5万円投げ銭された人にニコ生運営からもらえるやつなんですけど僕あのこれ期間中に先月もらいましたニコニコ運営からニコニコ上ドワンゴニワンゴコラなニコニコ上ドワンゴニワンゴコラからもらいましたバハムートの人形これかわいいよねこれバハムート。 うん、そう上からニコニコ上ドワンゴニヤンゴコラーからもらいましたはいはいこれこれねこれだからねいつもね配信でお酒飲んでプワーってバハムートが言ってるようなように見えるってね俺んちぬいぐるみ結構もうね増えてますカリカリメロンも好きカリメロンはい 残す汗かいてるぐらい悪いのかな <laughs> なお前らとわけわかんない話ばっかりして俺ずっとクリスティアーノ・ロナウドの話さずっとためてさずっとずっとさもうほんとさもうなんか中毒出てるもん今「禁断症状」出てるもん俺クリスティアーノ・ロナウドのずっとこのさとっておきの話あんのにさ俺マジでさ30分40分それ汗もかくわはいもう最近だからコーラやめてるから コーラはやめてるけど、ジンジャーエールに変わったっていうね。あのよくわからないね。あののこさん仕様です。はい、炭酸はハげるから飲まないと言っといて、コーラはやめてんだけど、ジンジャーエールはなぜか買ってるっていうね <laughs>。いや、ジンジャーエールは買うだろ。そんなもん。シャンディーガフとかさ、酒とかよな。あん、そんなもんよ。やっぱ酒は飲むからよ。だって酒はまた炭酸だから。それは別腹ってやつよ。ジンジャーエールはいいのか。別腹、別腹。そこは別腹でしょ。いや、別別腹でしょ。そこはやっぱ酒は健康に良い。そうです。 はい、レモンドショミ。あのちょっとこれだけあの、あ、そうだ。あのお前ら、あれで、うちのモノ君がさ、さそう、うちのキーボーディストがいるんだけど、あいつ、健康診断ね。あのね、あの、三日前、結果出て、あの、あれっすよ、あの肝臓、あの、あのトリプレイだったのがいいです。はい、いいになりました。いいです。精密検査です。はい、モノ君、いいです。とっても、とっても、とってもいいって。 いやの診断されましたートリプル A だったのにとってもいいになりましたとってもいいですねってそう A から F まであるんだけどそう A から F まで ABCDEF それの AA から E 一気に a, a e に E に降格しました彼はこのコロナ禍彼の彼あいつ早死にするぞいやだからだからもうあいつあいつ本当にシュの怖いシュの怖いって言い出して あのだからさ昨日一昨日ライブしたじゃんライブライブ前に柊野は怖いって <laughs> ライブ前にさシュ野は怖いとか言ってないけどライブ前にすっげえもうさダウナーになっちゃってさ <laughs> あもう人生終わったみたいなマジマジマジライブ前にもうもうずっと天野さんとかみんなで励ましてさいやーマジでダリあいつ。 人間なんて死ぬんだよ死ぬ時はよなあ別にそんな酒なんてさ別にさ飲んだってさ別に幸せで死ぬなら死ぬたらそれでいいじゃねえかよなあまあけどモノクは死ぬのが怖いらしいんであのー、だからあれ今日も実はあったんですよその話もあとでしよう,そう今日もあったんだそうだ忘れた <laughs> 今日もあいつあったんだよ今日今日もねずっとその話したんだけど <laughs> あの俺は俺は決め,決めたから 俺俺ははあのお酒をもう俺は減らしてくでも春からツアーがあるから春のツアー先はでもちょっと心配だ出先は心配だ出先は飲んじゃうかもな <laughs> そうツアー先のビジネスホテルとかはやっぱ自分ちだったらまあなんかまだそうそうちょっと減らせそうなんだけど出先はそうそうそうだからお前らちょっとリスナーが止めてやってあと配信中って言ったあいつ。 全然似たかったあの配信中って言った配信中もやっぱなんかあいつの配信なんかだお前ら誰も見てないだろうあれなんならなリスナー数30人のお前ら止めてやってくれあいつあいつ配信中も減らす減らすか飲まないようにするってあいつ決意今日ねことはとってますだからはそう俺も今日あいつに言ったからリスナーにそれちょっと止めてもらえなってだからお前らよろしくお願いしますはいあ配信中飲み始めたらそうそうそううん。 説教して,ってくださいでもモノクン結構ガチでそうまあまだ精密検査これからなんかね年末らしいんでそう精密検査、ね、年末に何か行う年末っていう年末じゃ、ねまあ、年末でや年末に行われるらしいんでそう配信中やめてほしいあれじゃない脂肪肝なんかそうそんなのよくわかんないけどカラオケみたいな30代でやばいぞマジモノクンの体のおつまみ増えそうモノクンのリス皆さん頑張れみんなでいいか月末あ月末だ精密検査だからちょっとまあまあまあ ままあまあでもでまあまあいや死ぬぞまあまあ死ぬ時死ぬでしょそんなんってさ親ってさってさ2週間前自殺しかけたよ団地の誤解ってさお前らにも話したじゃん。ね団地の誤解ってさ泣きながらさ精神薬飲んで酒飲んでラリってさ団地から飛び降りようとしてさ誤解からさそうだよずっと団地のとこで深夜3時でしくしく泣きながらさねえ死ぬ時死ぬんだよなあ、うん、だからモノくんだから俺の曲歌えっつって思ってんあいつ,あいつな。 うんんね、僕は頑張るよをさ歌えよ。僕は頑張るよさをさ、ねうん、10回も歌とか歌うの1回で1回で,1回でいいからさ僕は頑張るよね僕は頑張るよねあの名曲を歌えよ。ね、うん、ああでもないこうでもない人間はどうせ死ぬって。冷蔵庫が泣いてるぞめっちゃピーピー言ってる元気な証拠です。モノックンもついにやや病むかないやだから今日さあのさ。 いや今日も本当にずっとその話しててほんとあのさあだから俺は俺はよ 俺は、えー、寝れないために、えー、どうすればいいんだどうすればいいんだろうって運転しながらさハンドル握りながらさどうすればいいんだろうってだからいやーでもモノクやっぱ民在はマイスリーはちょっと絶対やめ,てやめた方がいいってドリエルとかもそうだし民在はやっぱキャラじゃないしってモノクはちょっとマイスリーとか違うよってうんどうすればいいんだ俺はってだからあとインターネットで僕は見たらあのやっぱ腹式呼吸とか呼吸呼吸法があってよって。 <laughs> はい3338みたいなさ呼吸法があったからそれやって、えー、それやってホットミルク突っ込んであもうそれしかないよってわかったって、うん、だからそう言ってましただからしばらくはなんか呼吸法半身浴あだからそういうのそうそうそう前の配置で死にたいって俺でしょ昼昼の,昼のそうで俺だから昨日昨日けどやんって俺昨日今日,今日はなんかめちゃめちゃ元気俺やばいよね俺今や俺今日やばいよね でもこれがやっぱ残さんのいいとこなんですよ。エネルギーがあるときはめちゃめちゃエネルギーがある。そう俺ほんとシラフだからね、今。うん、シラフだし、ラリってもいないからね、俺今。うん、今、制作途中で、あのパソコンでね、パソコンで、あの、バトンの PV のね、制作途中で、今ちょっと配信、あの流れで始めてるから、多分こんな感じもあるでしょ。相打つ激しいな。いや、だからその相打つ、俺にとって相打つ、相極性は、これはね、俺にとって才能だと思ってるから、ある種。ある種、能力だと思ってるから、俺にとって、これは。能力。 やっぱ自分はそううつがあってやっぱそう状態の時のこのパワーっていうのもやっぱ使えるからねうつ,う,つう,つのうつのパワーだったらある別にね悪いとは言わないもんそう,そういったのもあるからして極端極端な極端な極端なそのやっぱね気持ちの上下がやっぱり神聖かまっちゃうの俺の作品にも表れてるからなでまあちょっとそんな感じでドリンクコーナーこんな感じでずっとあのちょっとフリーズコー,コ,ーコールド試合してますこっちは。 納豆あと納豆も食べるようになりましたなんか知んないけどこんばんは元気です今アーティストに精神病は武器だよ、えー、ハムスター牛乳パック何ハムスターの牛乳パックって何ハムスターの牛乳パックってどれハムスターの牛乳パックなんかなくないない,ないでしょハムスターの牛乳パックなんてお茶すごく減ったねお茶お茶うんお茶買わないとなアニマルおしゃべり健康だタイタイマ落ちる時が怖いから上がるのも低めに行きたいえ左のやつってひ左左左,左ってどれ 左,左どれだよどれだよ左って。うん。しゃ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 べるやつしゃ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 でし,ょしゃ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 しです。ゃ、はいななはい、しゃ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 しあしゃしもしゃ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 ししゃし 1> 1日2パック食べたりしてる本当にねなんか最近健康話多いけど俺もやっぱりねコー,ラコーラやめてなんかわかんないあとはこれザバス大谷も勧めてるザバス大谷もスポンサー入ってるザバスプロテインもこれも髪の毛もいい髪の毛にもいいです、はい、ザバスタンパク質、はい、納豆プチンプリンは俺が好きなやつです最近ハマってんだよねなんか。 最近なんか先週からなんかプチンプリンハマってます。こんばんは。えー、強い味方、納豆ヒス、うん。それ真似して買いました、うん。プチンプリン、髪の毛めっちゃ気にしとるってないが。うん、気にするに決まってんじゃん。俺いで、遺伝なんだもん。遺伝なんだもん俺。マツコでやがら、いや、別に遺伝だったら気にするに決まってんだろ。うん、だから、まあまあまあ、プリプリ文字。でかいの好きだ俺。でかいの、でかいのとか、ちっちゃいの好きだ。プチンプリン。えー、ちゃんの子チャンネル思い出す。あー、チャンネル。 ちゃんのこチャンネルもねあのねこの前登録者人数見たら1万3000人とか5000人とか言っててねありがとうございます俺がやねあのねあのー、ずっとあの,ー、あの活動ねあの休止してないですあれずっと貯めてるんですけど俺の YouTuber チャンネルねあ,あれ俺がねあのねずっとためたため始めた時が2018年なんですけどこのよねこの4年あこの5年間かこの5年の間にねあのー、僕6000人ぐらい増えましたからね登録者人数またあまた動画投稿しますよ。 まだ動画投稿前も言ったけど70歳とかいつでもね投稿するんではい全然あのキャラまた見たい全然やるんでちょっと熱熱熱あまあまあ登録者人数が6000人ぐらいなんか増えてるねお茶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 おお茶茶水ラベルレスアマゾンで買ったラベルレス水お茶水いやもう完全に完全にこれもうね 100年前だったらもうさ叩かれてますよお前それでもロックンローラー買ってね、うん叩かれてるやつですね、うん、カテキンおねいやでも俺あ,あとアイスはあれ雪見大福にもハマってるこれスーパーで買ったあと久々にあれハッピーハーゲンダッツストロベリー買ったあとサーティワンアイスカラフルチョコが好きなんで自動販売機でこれだけ買って これ,とこれとチョコが好きうんアイス置いてアイ,アイスもアイスもだって好きだもんアイスも好きもあとはこれエビエビピラフですねはいエイピラフエイピラフとセブンのラーメンとセブンナポリタンスパゲッティまあ大体あとはカップラーメンですねはいまあ大体俺変わんないよ昔から食べてるものうんあとは王将いくかサイゼリアいくかがな うん、王将この前久々に行ったうん、えー、ハーゲンダッツストルベリー冷蔵庫の品ぞ良いうんそうそうそうこんなそんな感じ、うん、えー、何か食べようセブンのエクレア美味しいよあ知ってる美味しいよねでもなんかやっぱ高いよね全部ねもうねデザートも何か何までねえー、野菜食べてね野菜野菜はなんかだからあれ SA04 食べてるってサイゼで SA04 と DB01 と DG01 いつもやっぱこのセットだからうんガーデンサラダね ちなみにガーデンサラダ SA04、はい、サイゼリアえー、っとコンビニスイッチャーちょちょしのカレー800円してビビったわかるでカレーで8 0俺スプラトゥーン前買ってさスプラトゥーン仕様のあのスプラトゥーンとかよなんかペンキ塗りのさおじさんのなんかゲームあるだろあれやったこと俺あれあれ目あもあるんああれあのゲあム。なよくあれできるゃあり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 あのゲームプレイ。 スプラトゥーンっていうゲームのプレイあれすごいよね俺は目もあれもあれあれあれ YouTube でさゲーム実況動画見てもあれあんな目もあってついていけねえよあんなねペンキノリのおじさんおじさんのあのゲームあれすげえあれあれあれあのゲームのあれカレーライスがコラボライスがこの前買ったら900円ぐらいしやがってさ消費税込みで1000円ぐらいいったかんね マジかよって思ってさ <laughs> そう久々にカレー食おうかなと思ったらもう,うかつにうかつに買えねえよなもうコンビニの飯なだから僕もスーパーとかでね買ってますよこれはこんな僕でもはいスーパーファイマの300円カレーあファイマあるんだへえフ,ファイマ俺最近行ってないからなうんファイマセブンがいっぱいあるからねローソンも行ってないなえなんか違うの高すぎる高くて買えないチーしながら発狂した自炊が安いよ 安いって言っても自炊なんかできないもん見に行って違うのにさ山口一郎もゲーム配信始めたぞって山口だって一郎さんも <laughs> 始めたじゃなくてえっと一回やめ,や,めや,や,やってたじゃんもうそれ結構前からでしょ去年からでしょ一郎さんは一郎さんだどうなんてうかサカナクション俺ファインマン近くにあるけど行ってない東京で1500円ぐらいうん一郎さんはどいやけど俺真面目に俺結構マジ俺,俺,俺ほどお前心配してる親より心配してんじゃねえか俺 <laughs> って感じよ一郎さん体調うん あいつの親よりも心配してるってレベルで俺配信で話してるよねずっとマジで当の本人は多分絶対届いてないけどね俺のこの叫びはねえ当の本人はこの俺のラブ愛は絶対届いてないだろなあこんだけ心配してるやついねえよ元気なのってかサッカナクションサッカナクション今日通知すげえ来るあ切りないやうるせえから リスナーになってほしいじゃなくていや別にいいんだけどいや別にそういうのはいいんだけど単純に体調あの人もだってう,うつ疑惑あったじゃんうつ疑惑やっぱメンタルねやっぱりメンタル決まっていやぐっさんになんてだってさもうさ俺のやっぱちょうどだて役年じゃんね山口さん役年でしょねちょうど役年ぐらいの年齢でしょ42歳とか41歳とかでしょねうん洗濯機は壊れて大変そうだったな見たあじゃあ元気なんだよかったよかった えーっと洗濯物こだわりツイートすごい,すごい時き心配になったの <laughs> え濯洗濯洗濯,機洗濯機の話しかしてないの <laughs> まあい,いやわかんないけどまあまあ僕はし、まあ、まあ真面目に心配してますよ真面目に俺はぶっちぎ言うと配信はしないほうがいいと思ってるよ、うん、そうそう配信はしないほうがいいと思うよ、うん、山口さんゲーム配信でなんかコメントに聞いちゃってさねちょっとなんか みたいになってた時も俺見たことあるからさ、ねえやるなよ、なあ、コメントで、ね、やっぱそんな精神状態の時にさ、ねえ、うん、ああ、えー、誕生日なの祝って、いや、祝ってってお前友達かよ、てめえ、なあ、俺もうちょい言い方あんだろ、てめえ、なあ、うん、終わってたって、あいつ新曲いつ作るんだよって、いやいや、別に新曲作るいつ作るうるせえよ、作っとるわ、こっちだって、なあ。 お前,お,前お前みたいなやつは俺が将来な俺が将来な今別にパン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 さ無限のね湯水のごとくさねトイレの便所流すのごとくポン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 残さんって曲できるけど俺が,俺が23年経っていきなりさあれれれってねギターギターって何みたいな曲がメロディーが何これみたいな感じになった時にお前いつ曲作るんだってコメントばっかになるんだろうおいお前,お前いつ曲作るんだよって,うおいおいておい怒ってってマイペースでいいんだよ。 富樫いつ書くんだよって暗黒大陸いつ行くんだよとかマイペースでいいんだよ「うん、進撃の巨人」のオファー来てますかノーコメントでうん来てるかもしれないし来てないかもしれないはいあのあその箱開けないと開かないとわからないあのあああああああのー、あれアリ,エッアリエッティの箱でさえ はい、シュレティンガーの猫なのかまってちゃうのね <laughs> ええー、トガシは腰が悪いから、えー、トガシさん、えー、完結しちゃいましねえねよね絶対いやわかんないじゃんね一1話で終わらすかもしれないじゃんいやー「ボサロニキ主題歌マジでやってくれっておめえがじゃあなんかそういう作品作って俺を使えや人任せか全部 ボザロにも、俺にも。お前が今から立ち上がってアニメーション制活会社作ってやれよ。おう。お前らがあれだよ。使ってくんないと俺仕事ねえんだよっていう話をずっとしてる通りなんだよ。俺が仕事がないのはお前らせよ、あんな。うん。お前ら信者が、ファンが、な。 あの拾ってくんないと構ってちゃうタイプねえんだよマジでうん何のアニメがいいかねっていやだからお前ら絶対いるから応援してるよ本当にこれ真面目な話真面目な話応援してるからねうんお前らの中にいるから本当に俺,俺のリスナーって結構やっぱ本当にね結構やっぱ個性豊かな人が集まってるっていうのはマジだと思うから、うん、結構やっぱクリエイター系も多いと思うしね変なやつ多いから <laughs> 変なやつしかいないから <laughs> こんなんは <laughs> くも悪くも残 <laughs>、えー、さんの人生アニメにしたいと思ってますああ全然見たいですありがとうございます才能うんでもやっぱねそうそうそううんだらそりゃ個性いやとかそこらは期待してるぞうんいやいやいやこてこあのそこらはね僕ねあのねけど期待してますよ期待してますよって <laughs> さっきの言葉と,と矛盾するんだけど俺は別にいいじゃん別に人任せで。 俺はだってちゃんと曲ねいやだって依頼されたんだって俺はさね、もうとんでもない玉玉の1曲を届けるのは間違いないんだからうんそこはもうだってさ実績があるからね実績がのこさんの影響で曲作ってるよいや曲なんか作んなよアニ,メアニメ作れよてめえ、うん、頑張りますそこまでの個性はないな親玉が変なやつ期待各自やれるあいだ待機してますまさんの主題歌もやってくれのこさん一生リクスペクトえ真にしていきたいですのこさんが一番天才 実績ありすぎる、うそでだから、そうですよ。なんこなん、こんな実績あんのよ、よ,よまあ来ないよな、マジでな。ねえ、全然来てもいいと思ってんだけどね、来てるかもしんないけどね。タイアップって来たら言えない、進撃の巨人も 1, 1年黙ったからね。1年黙ったから。あれもう、ん、1年黙ったからね。うんだからい、まあまあそう、タイアップって、やっぱ基本的に発表まで言えないんだよ。仕事、そういった仕事って。 えー、ボザルと相性いいな。そうそう、来てるかもしれないし、ね、何にも仕事ないかもしれないし <laughs>。期待させとく分にはいいじゃん。だってファンを。ね。ね。うん、期待させとく分にはいいじゃん。ファンのこと。ね、別にさ。ね。いや、それはそうじゃん。ね。これで別にさ、何もなくてもさ、あーってなるだけじゃん。お前らが。ね。えー、これは何かあるだうそうだから、そうやって。そうそうそう。いいじゃん その顔は着て,着,て着てる風で何も着てない顔だなって思わせておいて着て,た着てるっていう顔,顔だったりもするじゃん俺ってねあめちゃめちゃあのフ,ルフルフェイスなんでサプライズ仕事ください進撃の人とかどえらい人がファンの可能性ある、えー、今日チェーンソーマン2期楽しいですお仕事私は残さんのお,お仕事します、えー、そういう時は期待しない何もなくても新曲は楽しいまあまあまあ新曲はだからとりあえずねそこはまあ緊急の話すると新曲はまあ 俺、とりあえず、今日、今日の話すると、バトンの PV、作ります。このバトンを海に思いっきり投げて、新曲。はい。そう、だから PV 作ります。はい。久々にだから、まあ、この曲、ちょすげえ話遡るけど、そう、タイマーシーンでちょっとね、時を戻そう。ね、時を戻そう懐かしい。ね、時を、ペコパ、ペコパ。時を戻そう。あの、あの、タイマーシーン、タイマーシーンじゃなくて、あのー、その、なんだ、うるせえ。 ちょっとペコパのせいで、ふっとでした。いや、九十九、海行かない。海行かない。海は行かないかも。うん、海はいいや。遠いし、だりし、寂いしい。まあ、そんな感じで、えー。海はいかんかも。まあ、とりあえずそんな感じで、えっ、ー、と、なんだっけ。ああ何を落としたんだっけバ,バトンの PV をつく、新曲を、あそうそうそう、新曲を作ります。作ります。で、で、だ。で、今日、今日も撮りました。 昼の12時起きて、そう、俺は、今日も取り行ったんだよ、地元。あモものくん、いきなり電話して、俺が、ね、来いって言って、うん、うわっって、ものくん、すぐ来てくれて、2>, 2人で、今日は2人で、ものくん取って、俺取って、はい、うん、ミサホさんとウはね、大体取ったから、うん、そうそうそう、そうウノスもはいつもね、この機会しかないなと思ったんだよ、ノスケも出すんだったら。 うん、基本的だから PV をメンバー出すっていうのにもってこいだなとも思ったから俺はねこの今回の曲いやあるんだよあるんだよなんか、うん、この曲は俺一人がいいなとかそういうのもあったりするんだよなんか昔っから、うん、アクティブだねふなっしーはうるうるさいうるせえやすげえふなっしーはうるさいってなんだこれ外国人の人ふなっしーじゃねえし の子さんが取るゆうくんだメンバーにでも聞かせてないのいや、聞かせてよ。うん。まだだから作り途中だけど、作り途中の聞かせてよ。えー、卒業式が違うもんね。うん、かまちゃは PV 幻想的なの多いね。まあ、だからとりあえず、なんか、まあ、まあ、とりあえず今回、なんか、そうそうそう、一応、なんか、まあ、メンバーいてもいいかなって俺の中で思ったから、精神薬改造すそう、だから、それで、そうそうそう、久々にね、うん、メンバー4人、うん、美佐子さん、美佐子さんね、うん、曲の反応はどうよ。 え曲の反応反応はどうよってないよ。そんなもん、お前、ねじゃあ他のメンバーが、えわ、これはとんでもない、もう一生涙が流れないよって言ったら涙流れねえのか、てめえ。関係ねえだろ、お,お前はお前だろ。な、周り、そんな俺い言いたく、言いたくないよ。言いたくないよ。俺がだって言ったら、なるほどね、じゃあ期待しとこうってお前らなるだ,なるだろ。メンバーが涙流れなかったら、あ、涙流れねえのか、期待しとこうって。な、そんな風にだから固定概念をつけたくないから、 ね、自分でだから俺はあのびっくり箱みたいな感じでだからゃあ俺これ3月に出したいと思ってるからもうすぐ俺の中ではねもう今月出したいと思ってるうん今月な何日か分かんないけど今月まあとりあえず3月ツアー前ツアー前ツアー前には出したいと思ってるからマジマジマジ、まあ、ちょっともう曲のアレンジも,もうほとんど、まあ、99%できてるから、まあ、全然もう俺の中ではもう,もう曲もねもうできてる今晩は。 もう13日で。うん、全然全然。うん。俺早い時早いかんね。PV、動画編集。PV も。早い時早いかんね。うん。今回の PV は、あの、まあ、これは全然ね、言うけど、ミサコさんを主人公にしてます。やっぱ、ミサコさんを主人公にしてます。はい。僕じゃありません。主役は。はい。ミサコです。はい。いや、まあ、ま、ミサコさんやっぱいいよね。 まあ、えあいつはなかなか最終兵器的なと,とこあるよなうんやっぱねみんなだとしてると俺は黒い卵、ね、昔、ね、PV 作って黒い卵の PV あるじゃないですかあれみさこさん主役でさああやってなんかさ光かたりさせたりしてさみさこさん主役で立っててさ俺あれ傑作だと思ってるんだけどさ黒い卵の PV あれ大傑作だよなうんあれ,あれめっちゃいいよねうんそれはやっぱみさこさんっていうパワーもあるからさあのさね雰囲気とかルックスとかうん だから今回も俺,俺のセンスでみさこを料理してますでもいい感じだと思う、うん、俺もだからバトの PV いらねえかなって思ったんだけどまあやっぱみさこさんとってそう結構あこれはまあだからありだなって思ってだから今も今日も撮って素材ね素材取り行って、うん、脇役の俺たち脇役の パパ、えーささ、まスまスエロい、楽しみ。カラーって何がどういうこといつ,いつもカラーだろ。どういうことだよ。うん。の子を退院してきた。なんか俺のリスナー退院するやつ多いな、閉鎖病棟から。うん。おめでとうございます。シャバにようこそ。どんな PV?、えー、ストーリージだって、ミサコ料理。いや、どんなストーリージだって。いや、ストーリーシだツてとか別にそういうのは別になんかそんなんじゃ。雰囲気、やっぱ、男女俺はいつも雰囲気とか世界観だよ。うん。まあ別にあと俺はなんか、 うん、メンバー出てくる PV 好きだから、うん、だから俺結構もう一つ PV 作ってって言ってんじゃんそう去年からうん曲新曲もう一曲そっちはもう完全俺一人で家の中とか電車の中とか自撮りでやったやつだからそう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 そ,うそっちではもう俺一人だやってっからまあ全然ちょなんかバランスいいなとも思うもしうん感じもある。 あと俺、俺的に気持ち、だからさっき言った気持ちも、気持ちってのもあって、まあそれはメンバーでね、また久々に、俺,俺的にも、だからさ、ね、今回の曲で、なんか、よし、よしって思って、今回の曲だったらメンバーもなんかは、張り込めるそうだなって思って、そう、あと、ゆうのすけもそうだな、ね、ゆうのすけも。ゆうのすけもね、あいつもね、ちょっとね、どこでね、ごめんなさい、もう寝ます、お休みなさい、ダメです。はい。うん。ね、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 まだ祝ってないんで、俺の15周年を、みんなで。配信歴15年を。 ゆ,ゆうのすけが初そうゆ,ゆうとかそう千葉銀の時もそうだったんだけどねやっぱねなかなかあいつらキャラが薄いからさねえ <laughs> まあ薄いって言い方超失礼なんだけど <laughs> まあこれはあのー、失礼なことを言う,言うかもしれませんが <laughs> なんて言えばいいんだもうちょっと上手い方ないかな さっきの話にするとさあのさモノ君とミサコさんはさもうね特にミサコさんとか、まあ、俺からしたら俺,俺,俺の主観からしたらやっぱあいつらはさもう天性のものでさだって天性の代物ってあるじゃんわかるでしょえ何か絵的にキャラとかなんかわかる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 わか,か,かんない で千葉銀だってあんなん別にあんなっんて,んんてすいませんあんなんとか言わないけどいやだから別にある意味それが別にいいわけじゃん千葉銀だってよかったわけじゃんそういったただ俺,俺が料理するときにな料理するときにさなかなかきょどう使うってだからゆ々とかもさ普通枠 <laughs> まあまあ悪い方じゃないんで別にそれはいい意味で言ってんだよ俺はいい意味で言ってんだよあんなやつら なユウも千葉銀も普通なノーマルなつまんねえやつらうんいや俺なりにはそれはそう評価してんだってね別につまんねえって言ってそれ言ってるけどさ俺だってつまんないよモノ君とかミサコさんに比べたら俺だって間ぐらいで間間ねえ千葉銀とユウが0点だとしたら俺50点モノ君とミサコさん200点そういう感じこういうことそういうこと俺だって別にさ凡人だよないやだからそゃそうノコとミサコテコテするってことうんあ 何えー、っとすごいしめじだと美佐子って打つと鈴姫美佐子ってちゃんと出てくる美佐子さんさすがすぎるまあまあいいやだからけどねとりあえずそういった理由もあってだから俺いやそこはだから俺的な気持ちもあるって言ってんじゃんそう、だからゆうのすけとかだからそうそうそうあいつをね、メンバーにしてからこいつまあ例えば今後俺 PV 出すけどいつあそかなと思って続けるってそのこと考えたことあったんだよ だか,だから今だと思って、だから、うんそう,そ,うそ,うそういうこと、うん、まあだから4人、4人、メンバー4人出るっていうね、そういった PV をだから、久々に作ります、はい、久々に作ります、だからあんまめったにないよ、美佐子さんなんかもさ、だってあいつ住んでるとこ、ね千葉県じゃないからさ、そう、千葉県だったらまださ、あいつ遠いからさ、住んでるところ、だから今回、俺からわざわざ招集かけたんだよ、うん、招集かけたんだ俺から。 うん、このめんどくさがり屋で一人でやりたい人間一人で作品作りたい人間の俺が、うん、ちゃんとグループラインで予定と天気予報見てなあ俺の検索候補天気予報だぞお前天気予報晴れであ千葉天気予報 <laughs> Twitter の俺の検索候補うん今日雨だった でもなんか昼、俺が3時ぐらい、モノカ集まった時はちょっと小ぶりぐらいだったから。でも撮った撮った。すごい。監督うるせえやバカにしてんだろ監督って。お前やめろ。てかさ、俺のシャドー版ってさ、あれさ、マジさ、いつか、いつさ解禁すんのあれ。あなんか全然話一回それんだけどさ。そうそうそう。うん。みさこさん、残さんの世界にはまるのかないやー、いや、使えるってことなんだよ、コマとして。だから、その絵的に。なんか。うん。そうそうそう。 一番使いの俺だよ。駒として。絵としてね。もう俺本当に、もう、これはもうアーティストの見方だよ。俺さっきからね、千葉銀とか言うとか普通とかでもね、つまんねえとかなんか言って、切り捨ててるけど、これは本当にもうアーティスト視点の、ね、発言だから、こう、なんかザク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 言ってるだけで。ね、別に、そこになんか別にそんなさ、そりゃそうや、ね。で、そこに別に情なんか、情なんか別に、まあ全くないわけじゃないけど、情で語ってるわけじゃな、ね、い。作品作るて語ってるんだ、こっちは。なうん。 作品単位で語ってそういうそういうこちょっとね冷徹冷徹にね聞こえるかもしんないけどそんぐらい別にやってんだよなあこっちだってや作品あやってるん当たり前の話そんなね上でやってねえやあ料理の腕は試させるええー、顎というのすけは通行人として出てくるのかあ、そうですそうですでもまあ俺がちゃんとね料理知ってますからうんまあだから今日もねだから撮って撮りましてはい まあ俺も脇役だよ。いや、えーツイッターから返信来たあ、来てない。俺ツイッターにメールしたんだよ、シャドーバン。シャドーバン食らってんだ、俺今、ツイッター。そう、シャドーバン食らってさ、そうそうそう、ツイッターに本社にもメールしたんだよ。ね、あ、アイアムシャドーバンって。<laughs> 英語で。 あ、いや、もう、シャドーバンってさう、そしたら返事来たよ。あ、そう、返事来た。返事来たんだけど、返事来たら、なんか、ユウは、シャドーマンって、なんか来て、で、カスタマー、ね、カスタマー、なカスタマーサービスに協力してくださいって、アンケートにお答えくださいって来やがってさ、<laughs> ふざけんなって思ってさ、俺、俺その後さ、あのさ、シャドーバンチェックしたらさ、ユウは、シャドーンってなったまんまでさ、な <laughs> んも解決してねえじゃんって思って、もう、俺、どうでもいいよ。俺、もういいよ。 シャドウ、ってかシャドウンって俺、俺なんか食らってんのあれなんだよ。サジェスト版っての食らってて、なんか検索に出てこないんだよね。別にいいよ。だって俺別にそれだってなんか影響ある検索に出てこないのってなんか、ノコさんのツイッター見たんですな、なんで結構影響あんのそれって俺って。結構やばいのなんか、え、検索に出てこないんだ。サジェスト版ってのが俺されてて、検索に出てこないの。 タグ付けなんかそんなもんいいじゃん別にさタグ付けなんかそんな影響ねえだろそんな,なんか影響あんのかそういうタグ付けって今チェックしたら大丈夫みたいよいい何がシャドーバン俺解除されてる指定させてされてないだって俺だってさっきもやったもんさっきもやった俺シャドーバンだったもんお前嘘つくねえなシャドーバンチェックって3つあるんだよこの世界にうん10個10個あるかもしんないけどけど3つあるんだよ有名なやつ有名なやつ俺3つやってな ね、あの1つはシャドーバーされてませんってあったわでも残り2つはシャドーバーされててお前多分その1つ目だろ、うん、1つ目を1つ目で調べて俺のアカウントシャドーバーされてませんって認識したんだろなあ,あれちゃんとしろよなあのサイトもなうん残さんにブロックされてるかと思ったはっえそんな感じなの 俺が何、お前らのことをブロックしてるような感じになってんのシャドーバー、俺ーーー検索したら出てこないって、どうだから別に検索なんかしないだろ、俺のことなんか。俺のことなんか検索しなくても、別にそんなもん、なんか、ねえつえ、心で、なんか、なんだなんとか、な,なんだこんばんばはタイ,タ,イタ,イタ,イタイムラインで出てくるでしょ。俺が、俺が、俺があれ、なんか、庶民派アピールして。 今日のおやつってなんかカップラーメン食べましたってなんかたまにツイートするんじゃんあれはあれタイムラインで出てくるでしょあれ出てくるやいい別に、うん、ああでしょいやそれ出てくるや別にいいよ検索なんかしないしょいちいち、うん、えいちいち検索なんかしなくないお前だって俺のことフォローしてるっしょツイッターフォローしてるっしよ、ねうん、庶民ハーピーはだから出てくるでしょタイムラインで,で流れ流れななそ,それ流れてくれ別にいい別にいいよ別にどうでもいい、うん 別にどうでもいいよ誰も検索しないよ <laughs> まあな頑張ってもうちょっと売れる売れるわうんいや死ねって <laughs> お前外国人かと思ったのに <laughs> 死ねってちょっと待ってよ、うん、ちゃんとド <laughs> ストレートにちょっとびっくりした俺今この人外国人かと思ったのに死ねって言われた通知。<laughs> こんなストレートに俺なんかあの言われたのは久々なんだけど配信で うんうん、サジェストさっきけけ、ま、検索検索だからできないだけっしょだからまあ全然別にいいかなって思ってるんだけどさそのさシャドー版その解除されなくても、うん、関係ないけど今日の子さ色気すごいでもまあさっきはメイクしたからね一応シャワーも浴びて、うん、撮影したから、はいうん、翻訳ミスしたのかしら、まあいやまあ、髪切った髪は自分で切りました 見れないねってだから別に見れなくてもそんなそこまで影響ないっしょ俺のツイッターだからみんな見れ俺別にみんなが見れたらいいようんみんなが見れたら別にいいようんメイクしたんかいいやメイクだいやいやもう今は落としてるお風呂入ったからお風呂も撮影したからもうメイク落とし使って今今ノーメイクだよ今はノーメイクだよ俺うんでもなんかすごいツヤいいね今日なんかノリが顔の顔が若いねうん まあ気合いが入ってるからだろうなエネルギーに満ちあふれた選手の顔をしとるわまあだってなん,なんて言ったったてねっんて言ったって,、ね、なんて,ったってだってあれですよ動画編集ずっとやってますからねバトンのうんずっと制作してるから本当にライブもしたしなおとといな ゆで卵みたい、新疾館の子さん追求されたときって、目,目頭の角度がめっちゃ綺麗きいです、せっさ頑張ってる、だからちょっと3月で、のこさんハげてもじじ時代ロング美少女やってほしいのです。あ大頑張ります。お疲れさまです。生き生きしてみえる。だから生き生きしてる、えー昨日そう。昨日はね、昨日はうつだった俺、俺。昨日はうつだったんだよ、マジで。昨日は死ななかった、うつ病だった。でも今日はこんなに元気。これ本当、酒も飲んでないで俺。酒も飲むものでない、うん。精神薬も飲んでない、今日。うん まあまあとりあえずそんな感じでね一応まあ3月中にだからまあ出せたら出せると思うんだよね今んとこの進行具合俺のバトンの PV うん3月中に俺もちょっと3月中に出したいと思ってるからめがけてちょっと頑張ってますはい一点四点ねめちゃくちゃ元気そう覇気がある覇王色がね覇王色がねうん破欧色がねにじみ出てるねすごい早技だ こっちを見てて元気になる。そんなバンドじゃないんだけどね。ワンピ読んでるワンピ読んでるよ。二つとも PV 出す。いや、だから、バトンの方まず出す。で、もう一つの方は、まあ、また、なんか、うん、いつか。いつかっていうか、まあ、そんな別に引っ張んねえけど。うん。うん。つ一回俺、4月にツアーあるから、結構もう、結構それがさ、毎週毎週3連チャンじゃん。うん。1週間で3回ライバーんだよ。うん。毎週毎週。うん。 あっっち行ったりこっち行ったり京都行ったり広島行ったりさなんかロサンゼルス行ったりうん4月はちょっといろいろバタバタしてるからまあ5月と5月以降にまたそっち出そうかなって思いますうんまあそっちのそっちの新曲もほぼ,ほぼできてるんだけどねうん、うん、6月からままあまあ5月6月ぐらいですよ配信お疲れさまで調子どうですか今日は最高です今日は楽しいですはい配信15周年になりました 私あだ、だってないわだってない、3月19日で配信歴15年です、とんでもないですよ、これ15年やってんだよ、はい、ツイキャスもこの前見たら5000回,5000回とか7あの9年ぐらいやってます、ツイキャスも、ツイキャスも8年、9年やってます、ツイキャスの運営さんもあのお世話になってます、本当にツイキャス名運営さん、よく見てるから、運営さんもありがとうございます、お世話になってます、はい本当に。 おかげさまで精神薬、あいさつ、ツイキャス様のおかげでね運営さんのおかげで僕も金稼げるようになってねあなたたちが最初に確か始めたんですよ、配信の投げ銭、多分分かんねえけど、ねおめでとうございます、えー、ご機嫌ですね、進撃ファイナル始まりましたね、俺を見たよ、あいますキャスタさん、母ちゃん、ね、次、秋ってびっくりしたよね、来週じゃねえのかやって、進撃。 キャス変わったね、ツイキャス、おめでとう、永遠に、えーえー、またキャスのポスターになってくれ、まあ、とりあえずそんなこんなで、そう15年、もうすぐつ経つんで、お茶番ください、はい、まあ、そういった記念日、記念日なんで、15年ってやっぱだってさ、まじまじと言う、やっぱ語る,語る俺は、俺はやっぱ自慢、自慢なんだよ、うん、新生かまちゃんもそうだし、やっぱこれもそう、配信も、うん、自慢なんだよ、誇りに思ってる、マジで誇りに思ってる。 15年あ俺が一番思ってんじゃないかな <laughs> お前らより多分そう思うお茶バックアイズ俺が一番ね思ってるぐらいだと思いますだってこんなに言うぐらいだもん毎年毎年 <laughs> 誇りに思ってるよ俺は、うん、お茶バックアイズやっぱ15年前にね発見したそうそうそう15年前にこういった配信2008年に発見してねもうずっと駆け抜けてきてる これをずっとね、えー、15年も続けられたことがないアーティスト両立してるの本当すごいあーそうですね、うん、石川の隆起がねあのアーティスト配信者第1号ってねあのつけてくれたねそうそれ、第1号ですからね第2号はいつ出てくるんだよ、先進やからアーティスト配信者第2号おい出てくんのかよ、本当になあ。 アーティスト配信者っていうのは俺みたいにこうやって配信もやっててな天才的な才能があってこうやって喋れてコメントも読んでなこうやってちゃんとキャッチボールしてでもって天才的な才能があって山口一郎じゃねえ <laughs> 山口さんが あいつまだだってまだ半年ぐらいだろう、うん、せめて7年7年ぐらい経ってから名前出してくんねえかなほんでコメントめちゃめちゃ俺ぐらい読んでてちゃんと配信しててちゃんと配信しててな配信ってのはやっぱこうやってコメント読んでね向き合ってこうやってやることが配信だって俺は思ってるからな 石川さんとノコさんが「うわためだよ、うん」コメントにや,やみそうえー、ここまで成功してない、第2号が出ないのは配信めちゃくちゃむずい証拠ですようんまあだから第2号は出ないっていうかまあ出たりもしてるんだろうけど秋山黄色くんとかもだってさ秋山黄色くんとかもだってたまにツイキャスやってたよねあのメジャーデビューしたからもねあだからあと米津さんとかもさあれだよツイキャスやったんだよ米津さん俺も見たよ あヨネスさん、ちょっとなんかね、あのー、8時代、8そう8ボカロ時代や、8時代やってて、ちょっとなんかね、メジャーデビューかわかんないけど、なんかちょっと売れ、売売れれねめっちゃ売れてからやんなくなったよね。ヨネイツさん、ヨネさん。ヨネイさんだったら、俺を見たら、そういう引き当たり、カバーとかやったんだよ、カバーとか、ね、カバー、カバーやって俺だってコメントしたイカタニートですって、イカタニートですってだ。 なんか俺もコメント、ヨネンさんのコメントで、配信でコメントしてたよ、うん。見てたな、それも。だから案外ね、別にね、いるんですよ。うん、別に、俺みたいに続けてる人はいない。キャリーちゃんだってさ、ニコ生やったじゃん。言ったらキャリーちゃんも昔な。うん、言ったら、あのちゃんだってやってんだろう。あのちゃんは、あのちゃんやってんじゃないあのちゃんって今でも配信やってないうん、あの人。配信が生き様になってら、ノコさんくらいだ。 えー、歌い手ん時誰がだ誰だだ,だ,だ,だようおはよう大島くん誰だよお前懐かしいな続ける人は残さんだけたんまに、継続は難しいんだろうなまあいろんな事情あると思うけどねうんいろんな事情やっぱり事務所事務所入って事務所から止められたりとかだってこんなペラ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 ,ペラ喋って俺みたいに喋ってさ何もさだってさプラスプロモーションになるねえ 俺多分配信ね、もう誇りに思ってるけど、これやったことによってさ、ね、もうチャンスというチャンス、ね、あの大体16回ぐらい、えー、なんか逃してる気がするよ。タイアップ。でもいいんだ、それでも。でも俺はそれ実際実際ね、けどね、俺、それでもいいんだ。うんノコはすっかって配信してワーナーに怒られへんの。 いや俺はさ、配信者が初めだから、俺メジャーミュージシャンとかミュージシャンが初めじゃないんだよ。だから俺2008年に配信始めて、まだインディーズ時代。そう、そうそうそう。そう、まだインディーズ時代。ライブ,ライブハウスとかもお客さんいないときだよ。お客さんいないときで。そのとき配信始めてんだよ、2008年。だから、だからもともとメジャーね、レーベルとか事務所も俺が配信、新鮮顔ちゃん、そういうバンドだって知ってるから。 知ってる上でなんだ、うん、っていうのもあると思うしまあ俺まあうちの事務所はやりたい放題何でもかんでもやらせてくれる事務所だからねいい事務所に恵まれたよそれもある、うん、バンドで売れたより配信者としてそう,そうそうだからそうそうだぞとおるとい歴史ヒストリーしないやつだから俺って別にバンド,バンドとしてなんか気違い,い外配信とかやってね目立ってそれで,それで,それで名知名度を広めてその後に曲が広まったんだよ 曲,曲が先じゃないんだよ俺。だからね何回も話し,話してきてるけど「ロックンロールは鳴りやまないを、ね」を YouTube に投稿してニコニコ動画にも投稿して250回再生でずっと止まったんだよ。250回再生で止まっててで配信でちょっとリスナー数つけたりしてで2ちゃんとかにもなんかスレが立ったりしてそうそうそう入足とかにすれが立ったりしてそういったんでちょっと知名度が上がってって再生回数がちょっともっと増えてってでお客さんも増えてってであの事務所の人 が来たりして、そっからメジャーデビューですっていう完全なる成り上がりです。かっこいいですね。こんばんは。完全なる成り上がりですね。はい。そう鶴木さんに、本当に運がいいよな才能ありきで、いや頑張ったんだよ。うん、運を引き寄せたんだよ。頑張って。うん。それは運もあるよ。 でも運っていうのは頑張ることによって近づけることはできるからな。うん。運は。運は、運、うん、運だけど、運、うん、運だけど、人生なんて生まれてから。ね。不平等で不公平だよ。こんな世界。不公平だよ。でも近づけることはちょっとはで、ちょっとはね、ちょっとはできるから。もう、うん、やっぱ行動力で。まあ、それでも実らないことなんていっぱいだけどね。うん。それでも実らないことなんて。 もうそんなもう当たり、もういっぱいいっぱい。もういっぱい、そんな、星の数ほどありますよ。うん。そうそう,そう。ああ、行かないとつかめない。歩く名言書。新曲とか TikTok したらファン一気に増えるよ。まあ、俺が今 TikTok なんかできるわけないだろ、お前。こんな今の俺がさ。ね、殺す気か。<laughs> 殺す気か。TikTok なんかお前やらせるな、おじさんに。<laughs> 20代だったらやってるよ、俺が。 おとなしくしくてたいんだよツ <laughs> イキャスでこうやって400人ぐらいでおとなしくやっててんだよ。殺す気か。<laughs> えーっと、ノコがメジャーアーティストとして売れなかったら何してたから配信だって。俺はだからもうもうだから15年前ね、もうだから俺はね、配信で楽しかったんだよ、もう。とりあえず配信楽しいから。ね、もうそれでもうだからもう売れなくていいやって、もう配信してってバイトして。 配信してバイトしてそれで別になんかまあ自分才イナるって分かったしまあちょっとねインターネットでなんかねちょ,ちょこまちょこまちょこまかちょこまかやって自分の曲を発表して、うん、それでいいやって思ったよその矢先に別になんかねメジャーデビューまでトントン拍子で行ったんででもほんとにそう思って俺だって22歳そう22歳とかそ,んそ,その時そんとにそう思ったうんああそうだよおとなしく TikTok ライブはだから殺す気か tiktok ライブとかできるわけないだろ。なあ。俺がよ。今この俺が。お前がやれよ。じゃあなんでお前やんないのなあ。じゃあなんでお前やんねえんだよ。お前の番だろ、次は。俺はやってきたんだよ。15年だぞ、お前。お前、配信歴。おい。お前ゼロだろ、まだ。うん。まあ、まだお前いい、い、い、人生ゲームのお前がサイコロも振ってねえだろ、お前。うん。 世に出てきてくれてありがとう。一番長く告げったバイトって何ですかえカラオケ。イチャモンタイムって。いや、イチャモンつきられてんのは俺だろう。うん。理不尽によ。TikTok やるとか。TikTok ライブは酒とかタバコで傾向出るから無理だ。あ、そうなんだ。TikTok でのことものが二人でダンスしたらウケそう。お前だけな。<laughs> 俺とお前だけな。あとその他。 300人ぐらいのファン真面目に考えろよ現実見ろよ見たいだから <laughs> ここのやつはだけな真面目に考えろよちゃんと真面目に考えたら俺ダイソンで掃除機自分の顔吸ったりとかするんだよモノ君と一緒にこうやってさ仲良くこうやってさねあのコサックダンス踊ったりとか ふざけてんな。舐めてんのか。俺だってバインやってんだよ。それ、TikTok の前身って言われてるバインとか配信とか、YouTuber だってやってきたプリン丸飲みした。舐めんなよ。舐めんなよ。うん。俺が本気出せば、そんなもんまた掃除機で自分吸うわ。ダイソンでよ。あの時本当と大なだったんだぞ、お前。大 <laughs> 出血して内、内出血して、病院行こうかと思った、ほら。あれマジで。<laughs> 本当に、俺、 あれマジで伸びなかったくせにそこまで伸びなかったんだよしかもその動画 <laughs> そう犠牲の犠牲と全然対価対価がだからまあそんなねでも俺ほんと「バインだからさ「バインの時に TikTok あればねよかったよね俺ってったバインの「バインっていうねいにしえのサイトがあるんですよ今はなき。 TikTok の前身サイトみたいな7年前とか8年前にそうあん時俺もうバインの人って呼ばれたんだよ俺新生かまっちゃうの人じゃなかったんだよあ,のあこの人バインの人だってそうそうそんぐらいの人だったんだよだからあん時に TikTok あればねあ野子さんも TikToker としてねあ若いこといっぱいねなんかうーんってね <laughs> 別に絶対バズってたな 今でもたまに TL に流れてくるねって知らねえよ、そうなの。どんだけだよ。俺、本当に伝説のレジェンドなんだ。マジで伝説のレジェンドなんだね、俺、部員の人として。今でも流れてくんだ。 だって YouTube のさ、そのバインのさ、なんか TikToker でも YouTuber でもあるじゃん、この面白動画特集みたいな、面白動画まとめみたいな、それに俺いるんだよ。バインの、バイン投稿者の面白動画集、なんか14とかわかんないけど、<laughs> その中に俺入ってるんだ入ってるやつあるんだよ。<laughs> ジョブスのまね。<laughs> いや、もうだから、疲れるんだって、疲れるっていうか、無理なんだ、キャパがねえんだよ、キャパが。 キャパがだから俺ほんとにこういうの YouTuber がね YouTube オイ YouTube スターバー YouTuberYouTuber が俺もうあれがもうあれで結構もうねもう俺俺はもう俺には音楽しかないと <laughs> 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 俺には音楽しかないんだって <laughs> だって<た> <laughs> YouTuber <laughs> あの3ヶ月で思い知らされたんだよ あの3ヶ月4ヶ月間で思い知らされたんだよ俺は <laughs> 無理だだってあだって俺があと3人いないと無理だって俺がだってあともう1人でもいいよもう1人か2人いればさ絶対 YouTuber として成功してたよまあ成功かわかんないただ登録者人数10万人はいけたと思ううん時間がないというか時間がないんだよ俺もだ俺だって曲作ってこうやって PV も作ってさ息吸ったり吐いたりコンビニ行ったりスーパーやったり 家事あったりとかさ何もしない日とかさ自分の時間とかネットサーフィンとかやることが俺だってさお前らと一緒だよ、ね、ネットサーフィンとかウィキペディアとかさね調べたいじゃんね最近なんか俺人民寺院久々に調べたようん人民寺院のさねこれ有名だから知ってる人知ってるでしょええー、あれ ジョーンズタウン。な、なんだそれ、え、死んだの、ジョーンズタウン。え、これ有名じゃん、別に、あの、宗教の、うん、宗教のやつ。あの、あのその人民寺院の、ね、あの,あのジョ、ジョーンズ、ジョーンズっていう、え、知ら嘘でしょ。え、これ有名でしょ、集団自殺。 うん、これは1990年代、90年代かな、今から30年前、1990年代、90年代にあ、まあ、実際起こっあった宗教のアメ,リカアメリカだっけ、アメリカかどアメリカでいいや、うんまあ、そのね、宗教,が宗教であの最後、その宗教の人がジョーンズっていうなんか、あのやあの人、方が、えーと、教祖様がいて。 えっとみんなで900、900人で、みんなで集団自殺でした、うん。集団自殺でした。その音源もあるよ、音源も、その,その音源も、その音源もなかなかね、まあまあ、それは死んでますから、まあ死んでるっていうのもあり,ありつつ、うん、YouTube に普通にありますよ。一、は、応、い、900人。え、え、え、今見た伝説の残バイン選手って動画あった。ありがとうございます。 伝説の残イン全集俺を見てぇな俺を見てぇな、えー、ガチの音源が残ってるんだ人民人そうそう人民人えー、知らないんだみんなうん、うん、でもそういうのって調べないネットサーフィンで俺久々に調べたよなんかそのカルト、うん、カルトカルト系とかね、まあ、やっぱ世界は広しだよ日本だったらオウムとオウム心理教とかさなそういう系やなうん世界にもそういったさね まあそういったオカルト系とかさま何、あ、でもいいんだけどまあ今のこれオカルトじゃないんだけどまあそういったオカルト系とかやっぱもう沼にはまるじゃん沼あるじゃんそういう YouTuber とかできないじゃんだからこんなやつがさねか、ね、だからさ俺すごいと思うよ、うん、ヒカキンとかおやすみなさい ヒカキンとかやっぱすごいよね、ずっと。彼もずっと続けてんじゃん。こういうさ、ね、オウム真理教とかさ、調べないでさ、彼はさ、ずっとさ、ね、子供たちを笑顔にするために毎日毎日さ、考えてんでしょかてや、俺はオウム真理教とか調べてさ、ね、もうそのさポッカキットとかたまに見ちゃう。えポッカキットえお前 ?YNC とか うん、うん、アルゴメトリーたまに見るアルゴメトリーえその分配信してるバインイケメンすぎましたのこさんおやすみなさい早くないあ早くないかけど今日月曜日だもんな月曜日だもんなそっかお前らもう11位だったら11位だからもう10代の子とか寝る人かのこさんも15年配信してるじゃんそうだよ俺もすごいよだから お母さんと調べたやつをゆっっくり動画にしててるのばっか見てるそうだから俺は配信もしてるしだから配信が向いてるんだよね、うん、向いてたんだよね配信が、うん、今だって2時間配信してるじゃん2時間配信してんだったらね野呂さんじゃあ you YouTube の一つや一つやネタ動画考えたらどうなんですかって話じゃんダーン俺けどやっぱこっちは向いてるんだやっぱこんばんは向いてるってことだよなうん やっぱいや動,画動,画動画投稿も面白かったよ、それも YouTuber、おも面白かったよ、面白かったんだけどやっぱりなんかやっぱ、なんか大変だったね、やっぱネタ考えて、よし、プリンを丸飲みした、次、豆腐丸飲みした、じゃあ次、何を丸飲みし <laughs> ーいや、ま、だとりあえずだから YouTuber もだから本当にねやれば分かるや信いでか、やかるよ配,信やでも配信もそうだよ。 配信もそうだし、いや,やって、やってみなさいな。やるのはやるのはで、お前らインターネットつながってんだからやれよ。インターネットつながって、お前の持ってるそのさ、なスマホ、お前カメラ、カメラな何なんだよ。もう誰だって今言えない。もう誰だって100億総 YouTuber の時代じゃねえか。100億総配信者、無理ってなんだよ、無理って。無理ってなんだよ、なんで無理なんだよ。あ、やっぱ勇気がないね。勇気怖い。ああ、勇気が出ない。 怖いそれを15年やってます顔出せないなうんネタがない顔バレ見バレ見バレしたくないこんばんはさらされそう顔出しはやだいまだにそういう人いるんだねうーん顔出しへえやっぱまだそういう抵抗あるんだねスルースキルがなさすぎるので スルースキルなんてブロックすりゃいいじゃん。いつも言ってるけど。うん。そんだけで。あ、でも反応しちゃうのか。うん。住所バレるの怖いよ。<laughs> <laughs> これだって10年バレてるぞ。えー、楽しそうだけど怖いな。パジャマを残さん初めて顔出し配信やったの6年前だった。ビビーだから続けられないだとかいろいろ考えちゃう。個性を出せること思いつかない。うん。<laughs> まあまあ、でもまあまあ。 職場にまあまあしょ、お前ら、職場にバレた、リアルタイムで反応来るから配信の方が楽しい。うん、気をつきたくないや。気をつく、ねえ、でも気をつくは気をつく時も、まああるけどさ、一瞬だよ、別に、気をつくの。まあまあ、人によるか。うん俺、俺は別にそんな、あんまひやっぱ引きずんないけどね。うん、そんな嫌なコメントとか、ああ、あっても。 あだ、だ、まあ、じゃないとやっぱつ俺もネット続けてないからな。<laughs> 立ち直り、うん、多分早い早いんじゃないうん。のび、30分経ったから来たぜ。のびら、花粉大丈夫。だから今日外でだから、ちょっと花粉がなかなかね。人様にお見せできる顔面ではない。え、花粉ちょいましかな。丸のみなんてダメですよ、のこさん。小野学金中みたいなあっぱな。ネットもリアルも気づくのは変わんないかも。変わんない、変わんない、変わんない、変わんないよ。あとは、あと俺なんてめちゃめちゃ繊細だよ。 ね、アーティストザアーティストですよ僕なんて超先生お前らより繊細だよお前らより繊細だよはっきり言うとマジでなついにアンテナビンビンでさやっぱアンテナやっぱ何かをキャッチしようとそうやって生きてますよねうんもうねめちゃめちゃ繊細だ俺ほんとにうんほんまかよお前って言われるかもしれないけど当たり前だろ直聴き上かるだろ作品聴き上かるだろなもうな俺がどんだけ繊細か こんだけ繊細でこんだけ15年続けてんだよ、配信だって。な。何億というコメントを浴びてきてる。な。でもそれは結局楽しいからなんだよ。なんでね、また来るね、バイバイ。ほら、こうやって本気で話してもさ、ね、おやすみなさい。また来るね、バイバイって。ね、真面目に真剣にこうやって話しても、こんなこと言われてもめげない。ね。うん。むしろ感謝。ありがとうなって。うん。もうそこまで俺はね、たどり着いてるから。 見てくれただけでもありがとなって、うん、ありがとなって、ね、そうそうそう、うん、いや、強いって、えでも本当本当、繊細なねエネルギッシュなのがすごい、うん、配信者のかか鏡や、あれはいやでも本当に感謝っていやけど、ね、でもね、あんま泥臭いなんか、ね、なんかすごいねこさんぽいことを言うけどね、やっぱり、ね、本当に感謝してますよ、俺皆さんに、ね、本当に。 ファンに、お前らリスナーに、やっぱねやっぱコメントがあるからして僕の配信って成り立つから、こんなね、俺はだって音楽流さない、ねただ団地の風景見せてるだけ、俺がただこうやって壊れた人形みたいに、こうやってね、適当にペラ,ペラ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 喋ってるだけ、そうやってコメントがやっぱあるからなんで、精神薬あザます、うん、そうそうそう、別にゲームもやってるわけじゃなしにあ俺はもうなんもない、それでもうずっとやってる、でもやっぱこのスタイルが好きなんだよ。 俺はやっぱ、はい、はい、自分、人の配信でもこのスタイルが好きだからさ、人の配た、他人の配信でもね、この、この、この、なんかもう、は、ノーガード戦法じゃ、わかんないけど。<laughs> まあ、ゲーム、ゲーム配信もゲーム配信否定しないけど、なんか、そう、なんか、ね、ポケモン流したりとかさ、音楽も流さない、お茶ばかりだ。なんか、やっぱ、ね、うん、それこそ、なんか、さ、大手配信ね、横浜りとか、さ、石川のりとかって、そうじゃん、でしょ。やっぱ、ああいう、ああいう、やっぱ、こういうスタイルってのは、俺、やっぱ、一番そういう、うなちゃまとかって、そうだろ。やっぱ、すごいと思う、やっぱ、これね。 うん、雑談配信好きなのねいや雑談だって雑談配信だって一番配信しっぽくないだって俺配信ってのは基本的にやっぱこうやってねコメント読んでねこの走行性っていうなんならこれが配信だと思ってるからコメント読んで俺コメント読まなかったらやっぱねテレビとかなんかそんなラジオとかまあそういうのとちょっと変わんねんじゃないかなみたいにまあだからそう否定するわけじゃないんだけど本当にニコナコメントに向き合ってくれていやるから向き合っていくってそもそもがだで、うん、そもそもが うんで,もね、でも分かんない、俺らのやっぱ、やっぱね、やっぱ昔ながらの配信者とか、やっぱね、俺もね、やっぱね、伝説の配信者ですよ、ね、15年もやってれば、やっぱ昔からの15年やってる伝説の配信者だと、やっぱこういうスタイルの人多、多いんじゃないね、うん。会話してくれるのが嬉しい、いや、だからそうでしょ、だからそれが配信、えー、夏旦が、ああ、おやすみなさい。 さん俺のクリスティアーノ・ロナウドの話だ聞いてくれよ、せめて寝る前に。ね、みんな寝だすけど。俺のこの1時間20分ためてるクリスティアーノ・ロナウドのこの素晴らしいね、本当にね、えー。コメントやり取りしてくれる配信はつまんない。まあ、俺もね、まあ、そ,うそ,うそういう感じなんで。そのパジャマは丈夫だね。こんなにコメント読む人は本当伝説で。えー、ナゴさんぐらい長い人はそういう人多いかも。ナゴさんと時間共有できるのがあるし、まだ覚えてるって。いや、覚えてって。俺はクリスティアーノ・ロナウドの、覚えたんだってねか 1時、う、間、ん、20, 20分経ったけど俺はこれずっと話してクリ,スタクリスティアノ・ロナウドのこれはね、まあ、これちょっと本当に話したいんだけどあ,のある日あのおすすめ欄に、YouTube のおすすめ欄に、ね、なんか知んないけどさっきのゆっくり動画とか、ね、マリサのねゆっくり動画とか、ね、そういったのにねそんな普段から見てるわけでもないのにでサッカーの試合とかロナ,ロナウド・ジーニョの、ね、魔法の、ね、スーパープレイ集しか見たことないのに。 ななんか知んかいけどサッカーのさクリスティアーノ・ロナードのさあの会見動画とある会見動画のがおすすめ出てきたの、はあ、なんか知んないけどでそれクリックしたの俺もなんか知んないけどクリックしたらさそしたらねクリスタその会見動画でクリスティアーノ・ロナードがロナードがねあのねいきなりね,あのね会見しててクリスティアーノ・ロナードがこうやってね板,板に,板にす椅子に座って板,板にさ板にコカ・コーラが置いてあったの。 板にコカ・コーラがうん板にあ机に机に机にコカ・コーラが置いてあって、うん、クリスティアノロナウロナウロナウ・ロナウドがクリスティアノ・ロナウドがクリスティアのロナウドがクリ,スティアクリロナがクリロナが机に座って椅子に座って机にこうやって板の上にコカ・コーラがスポンサーがねスポンサーが。 コカ・コーラのスポンサー、コカ・コーラ置いてたの。その会見で。でもそのクリスターノロナウドがいきなりよ、コカ・コーラのっけた。のっけて、水、水を持ってきて、に、水を飲めって、俺に言ってきた。だからやめた。コーラ。それはきっかけです。それを、そう、さあの、 2ヶ月前ぐらいに23ヶ月か去年か、うん、半年前か1年前か見て2週間前にコーラ辞めましたっていう話ですそれを2週間前思い出してクリスティアーノ・ロナウドこれはなんかやっぱなんか運命じゃん運命じゃん俺当てだと思うじゃんそんな動画をおすすめされてさそんな動画をおすすめされてなんか俺も知んないけどそんなそこまで興味ねえのにポッチって押していきなり クリスティアのローナはコカ・コーラをこうやってのけて、水飲めって俺言われて、去年。うん。で、そんな感じです。じゃあ、ノコさんが辞めるんなら辞めます。俺2週間辞めてるよ。もう春とか死にたいよ。メッセージですね。響くタイミングだったのかもね。チェンマイもう見えないのか。なチェンマイって。言われたんクリロナ1日6回寝てますよ。寝すぎだろ。ウ <laughs> だろ。 て <laughs> 寝すぎだろ <laughs>。それ絶対するでしょ <laughs>。本当に <laughs> ああ、ナポレオンみたいな感じってことか。あのー、5分を6回でしょ <laughs>。5分。クリストアノ・ロナウドレ・レベルのもう、レジェンドサッカー選手ですよ。5分、5分を6、だから、30分しか寝てないってことと、そういう話でしょ。ああ、なるほどね。小分けして寝てんのか。 さすがレジェンドは違うね。うーん何部だったの俺、陸上部。うーん猫か、じゃあちょっとそんな感じで。はい。クリロナ疲労回復のために試合後はオレンジジュースしか飲まない。へー、オレンジュースそうなんだ。疲労回復になるんだ。でも俺もなんかやっぱね、今この38歳になって、まあなるんですけど、6月16日で38歳になるんですけど、やっぱなんか健康とか、 か俺自分のななあこれ前も言ったけど俺は自分が長生きしたいからあのこれコーラやめるとかお茶飲んだりしてるわけじゃねえからなあのそれだけは言っとくぞなモノくんみたいに最近ね健康診断ねあの肝臓いいですあいついい、えー、いいなりましたねっ死ぬのが怖いってずっと言ってます、はい、そんな情けない理由じゃないんだ俺は シュヌは怖いからね僕は僕はって今日だってずっと車運転しながら言ってさシュヌがこ んだけど40代40代でずっとあるんで,で50代50代でまたあるんでねその年代なんかそう年齢のっての俺は,俺は自分の場合そうだったかなって思って、うん、人生観まあ人生観っていうかまあまあとりあえずわかんないかんねいけど適当に言ってるけどけどまあ言いたいこと分かる人は分かるし別になんか、えー、一生だっていないそれは一生当たり前じゃんお前お前 なんか、お前、柳瀬隆なんて、お前、アンパンマンの作者の柳瀬隆なんて、お前、96歳でお前、悩んでたんだぞ、お前。俺は死にたくねえって。ふざけんなよって。うん。死ぬまで一生続くんね苦悩は。うん。だから、ねそんなもんはそういうもんでしょ。ね、僕もだからいっぱい苦しんでいきますよ。ね、生きていくんだったら。 うん、うん、もうそんなもんはもうしょうがないじゃんねうんそんな人間なんだからなお互いまあだからまあとりあえずまあまあそんなね自分は自分なりにちょっと生きれたらいいっていうことだけだよ俺はうんやっぱうん自分は自分の自分なりにっていうそううん どん,だけどんな言い方をしてもやっぱ絶対悔い,いとかなんかねそんなもんは絶対あるじゃん,ん、うん、ああちょっとなんで俺こんないい話してんだろう俺今日ねちょっとね一曲ねあ弾き語りし,しようかと思ったんだけどねそれで1時間で終わろうとしたんだけど案外ちょっとやっぱ語っちゃったな今日元気だからなこれから高校生になるんですけど何かアドバイスとかありますか だってこれから高校生になるんですけどなんかアドバイスとかありますかってなんかみんな気の利いたこと言える俺はねやっぱ高1でやめてるから俺分かんないんだよなんか多分昔からそういう質問なんかあったりするんだけどさ自分で自分の場合高校1年生体育祭やってやめたからさ秋でなんかアドバイスありますかって何なの ななな何言えばいいのこういう時ってかっこいいかっこいいセリフやって後悔しなさい、えー、若い自分を信じて、えー、バイトばっかりして全力疾走、えー、気の利いたこと友達は大事にだって、えー、おはようやすみなさいやめても俺は生きてるからなんとかなるああそう、うん、やりたいことさあそうだねやりたいこと青春を謳歌しよういやそんな人によるでしょ生命力を、まあ、尽くすすぐやめられる準備 友達ができたらいいね我が道を行けかな我が道行ったりするとだってお前らはぶってくんじゃん我が道が教室で、ね、教室で我が道行ったらお前らはぶるじゃん、ね、俺はそんな感じでもあって多分なんかはぶられたとかいじめられたりしたと思うんだけどまあわからんがうんやっぱ学校ってのはやっぱもうちっちゃい社会でちっちゃいけどももうそこが全てだからなかなかね やりたいことを全力でやるとかいろいろ俺も言われてもそんなことが封じられてるからだから俺は要するにねプリズンブレイクしたわけですよ刑務所ですからねだから僕は刑務所から脱出したんですよ高校1年生で学校じゃなかったからねえ好きなことを見つけるとか確かに出る杭は打たれる高校卒業したら我が道であの世界は本当にあった好きなことを突き詰めたらよいよ本当にでもまあ好きなことを突き詰めたりとか やっぱ学校が全てってな,な,なるとかね、それはやっぱよく言われることだけど、やっぱそんとそうだよね。学校という社会が、ここが、ここの価値観。うん、学校もそうだし、まあ言ったら別にこの世界も、この世界もそうだよ。うん、学校もそうだよ、うん。社会やっぱ、社会の価値観っていうものを疑っていいから。ね。これでいいから、そ、うんな、うん。そういう、そういう、そ,れそうそうそう。 あの表面上でこれやったらはぶられるからうんううら裏側でうまくやって、うん、バイトバイト先とかでふんって、うん「俺はお前ら違うんだよねど豚丼」とかそんなことを表面上で出したらいじめられたりしちゃうんで態度とかにねうまく仮面も作りつつとかねとかワンじゃんまあそういったもなかなかねあのできない人はできないからね うん、なかなか難しいねやっぱだからねやっぱなかなかねやっぱねこういうのもねぶ本当にできない人っているんですよできないというか不器用な人とかね,、うんねえー、だから俺とか俺とかなかなかね保険会社のサラリーマンってね俺はねあの,あの人に言われたぐらいでノコ、えー、んはねあのインタビュー誰だっけあの人あの,あのじいさんあのおっさんあの伝説のおっさん あのビートルズから始まるのあの,あのレジェンド勝也さんそそうそう,そう,そうビートル小林勝也小林勝也さんにね俺,俺ほんとドキッとしたもんの,のこのくんはね保険会社のサラリーマンみたいだねってね表,表,向き表,面面表面面はお前,お前いい面してっけど、ね、裏側では全然別のことネット考えてんだろみたいなさ小林勝也さん俺結構あれドキッとしたからういやあの人やっぱすごいなと思ったよ。 保険会社のサラリーマンだ、ね、たねお前はって言われた。ギクって <laughs> でもまあ、まあ、でも本当にね、それ結構ね、俺もね、まあ、気に入ってはいてて、気に入って、気に入っててえ、通信に行ったら、甘えるなって言われて、義務じゃないからいいじゃん、そんなもんって言ったら、誰が甘える道行くねんって言われた。えっ、ー、と、ちょっと、なんか、ちょっと文章ちょっとよろしくお願いします。うん、ちょっと俺バカなんで。 そのまんま東ですね。見抜かれてる。えー、さすが長年、あそうそう俺俺俺、俺の話ね、俺の話、そそそううう。やっぱね、保険会社はサラリーマンって、みたいって、そうそう、見抜かそうそう、小林克也さんに、コンバース見抜く、見抜、うん。いや、でもまあまあまあ、でもまあ、けど、ほんとよく言われてることの通りだと思うんだから、ほんね、学校とか、いや、学校だけじゃないけど、やっぱこの社会がね、 うん、日本語下手くそでごめんね、のこちゃん。いや、謝れて偉いな、お前。うん、今、ね、今、こんなね、殺伐としたらさ、値上げとかさ、ね、株価下がったりとか、こんな世の中で。なあ。えっ、ー、と、コンカフェバ、ガルパ以外で、普通の仕事すると、絶対老人たちからいじめられた。そのかドラクエの呪文みたいなのやめて。コンカフェは分かるけど、ガルパって何うん。営業の人ってうまいもんね。のこさんの話、深いな。 深い深いとか思ってないよ別にえなんかそう俺が偉,偉,偉そうみたいじゃん深いとか言うなよね、うん俺がなんか偉そ,う偉そうみたいじゃん周りに合わせるだけの楽な学生生活したら何もできない大人になりましたえあままま,ま周りに合わせたら何もできない大人になりましたえそうなのえそうなのガガガールズバガルパガルパガルパガルバガルバ,ガルバね ガルバって言うんだガ,ガルズバ体大,大事にしとけあわかりました、はい、それであのー、なんだえっ、ー、とーえー、なんだっけえー、まあいいや何でもいいやこんばんはあーそんな感じです えー、しんどくなって配信来ました、えー。今夜も生き延びれそうです。ありがとうございます。あ、いえ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 や。そんなありがたいです、こちらこそ。そんなこと言ってね。ありがたきお言葉を。僕なんかこんなもん、ただただうーん、ただただ垂れ流して配信してるだけなんで。ね。15年間。ね。いろんな人を救ってきたんだろうな、のこさんはな。曲でも配信でも。ね。うん、素晴らしいよね。そこは。やっぱり人としてね。いろんな人を救ってきてね。 うん、やっぱ俺は自分を救ってるからねで、お前らなんかどうでもいいんだよなお前らのこと救おうなんてみじんも持ってないからなほ、うんとにやっぱ自分を救ってるから自分を救ってるイコールにつながってるっていうのはやっぱねやっぱそういうことだと思うよお前だからいやだからそう,そうなんか当たり前だろふざけた調子に乗んなよ <laughs> お前ちょっとだって調子を優先順位が違えんだよなんで俺が奉仕する側なんだよ お前らが俺にほう俺俺,俺俺俺があれだよ赤ん坊なんだよ俺38歳だけど7歳だけどお前ら10代のキッズもいるかもしんないけど俺が赤ん坊なんだよお前らがおね大人,大人がサイドなんだよ立ち位置的に履き違えんなようんそこ俺そういう結構スタンスあるぞえーっと勝也との一幕はどこで見れるの <laughs> 勝也 <laughs> うん えー、調子にのなんか乗ってません。えー、っと、こさん、私たちに救われてる、当たり前だろ。な、感謝しかねえよ。うん。言わせんなよ。ないちいち言う必要ねえだろ、こんな。打足だろ。15年間配信やってんのは、やっぱコメントもあってね、もうな、どんだけ泣いて、どんだけ笑ってきて、どんだけ怒ってきて、ねどんだけ俺は、一番喋ってんじゃないかな、人生で、ここ。 俺の人生で喋ってる時間、マジで、もう本当に、マジで、生まれてから、ここが、配信が。うん、まあ、これは別に他のね、長年やってる配信者もそうかも、そうだと思うけど、やっぱり俺もそうだと思うよ、自分が。はい、ここが一番俺、喋ってる場だと思う。うん、通常生活より。のこちゃん、死にたいときってどうしてんの自殺未遂、うん。死にきれません。この前も団地の誤解で泣いてました、倒れて、深夜。 えー、リスクしそうになったら毎回ノコさん配信してるから見てたらやるの忘れてるああ俺の配信がリス,カリストカット代わりになるってことねはいえーノコ、えー、さんの声はめちゃくちゃ聞きああみんなもだからねそうそう俺の配信見てる人ねそうそうそう、うん、俺のねリス,リスナーもそうじゃん俺,、ね、俺のね逆にね俺と俺と俺といっぱい話してる人もいるだろ、ね、通常通常世界よりねっ、うん、こんばんは俺コメント読むからな 私も誰よりも残さんとか言われて、そなんな昔から言われるまあまあまあ。いやなんかちょっと15周年っぽくなってきたじゃん。ちょっと内容が。ね。やっと。やっとね。の15年ってまた結構なかなか不不節目でもあるから。15年ってね。うん、全然あここだと、こんな夢はある、うん。人生でじゃあ、ここ残さんの声が。変な明るくて、きな臭い言葉じゃなくて、ど直球に言うの、本当に好き。 あ、俺がね何も飾らずにド直球にストレートにねもうド直球でこれだからね心から思ってることをただたださゲロゲロのように吐いててさこれだからねどんだけいいやつなんだよ、ねうん、お前らなんて配信したらさもう演者しっぱなしだろな心の中で思ってることペラ,ペラ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 言ったらさ、ね、配信者でもよくあるけどよな差別発言したりとかさ何でもいいけどさ俺はもうド直球でこれだからなどんだけいいやつなんだよってまあ俺はいいやつだよ自分でも思う 飾んんももんね。のこさん150年目も言われますはっきりしてて好き。うん、はっきりしてこれだから。え、忌憚のない意見。え、飾ることなくね、ありのままを見せれるのを尊敬です。ありのままの姿を見せるのよーってね、言われてから、ずっとね、死にたいときは、のこさんの配信見れなくなっちゃって、元気になった後は、配信見れなくな,っか見れ見れなかったことで辛くなる。んまあ、別に僕はいつもここにいますから。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。 炎上まで行かないリスナー来ないからきっと、えー、配信しても話すこと何もないよ。えー、もし、ありの。はルさん。そのままで炎上しないの、確かにすごいかも。うん。だって別に、まあ、そんな炎上っていうか、まあ炎上とかどうでもいいんだけど、そのやっぱ、あんまフラッ俺フラットだからね。人に対して。 うん、単純にフラフ単純にフラフラットだからね。人間に対してだからね。うんずっとなんかやっぱこれ多分、ね、配信でね。よく喋ってんだけど、まあある意味喋って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 る。ドライで冷めてるんで。ある意味ある意味ドライで冷めてたりもそう。フラットあフラットって英語,英語で英語日本語で言うと、あの平たへた心配停止うん。 心肺停止心肺停止でフラットなんだけれどもでもやっぱね極端だからやっぱこうやってねエナ,エナジーエネルギーねやっぱこうやってバババリバリあってさねかますいかますじゃんねやっぱそれは魅力だよなうん、魅力の子さんのトークは面白いけど配信トーク力磨いたんですかたりめだろ俺トーク力なんか別にないよだからコメントがあるから別にこうやってさ ね俺、トーク力ないよ <laughs>。あると思ってないから、ね、自分が別にぶっちゃけ言うと。トーク力ってやつが。うん、別に俺トーク力とかじゃないと思ってるから、これ。配信力みたいなものあるかもしれないけどえ、えー。エモーショナル。熱いのに冷静だよね。死ぬときは、のこちゃんのが聞きながら死ぬって決めてる。えー、これか、らありえー、俯瞰の目を持ってるよね。いや、あるやると、いや、だからこれ、トーク力だと思ってない、俺は配信。配信力みたいな。人間力。人間力であり、配信力。うん。 の子さんトーク力ある。いや、トーク力じゃない。トーク力じゃない。まあ、トーク力また別物だと思ってる、るいや、いや、俺、うん、いや、いやないない。俺、トーク力じゃない。俺のはトーク力じゃない。俺,俺はもう人間力とか、ね、カリスマとかそっち、そっち系。そっち系だと思う。別に、トー俺、トーク力じゃないもん。別にそんな、うん、そんな。そんな、なんか、あのー、ね、大層なもん、俺持ってないと思ってる。えー、培った技術的な培、培った技術的なのか仕事もでいます。あ、お疲れ様です。はい。 はい、えー、即興がすごい頭の回転早い人に興味ないよねって言われる言われるんだけどこれって良い意味だと思うえああってお前がねあんたってえー、っと人に興味ないよねって言われて言われたってことそれ多分お前は多分だからそういうだか友達が知り合いが知んねえけどねなんかそれ遠回しにね、あの言われてんじゃんあ,あんたあんたあれわあのあんたあんまあんたあんたあんた,あのわた私私とかに私とかもうん、なんか全然なんか興,興味ありますよねって。 ね、あそういう人間なんですねみたいにねなんか言わ,言,われ言われてんじゃん、ね、うるせえよってな「毎杉ありがとうございます」うん、うん、なもんよ。ね。うん。人に興味がないよねなんてさ言われてもさそんな別にさ別に興味あるかないかで言ったらさそ,そんな別に興味がいやある時はあるしねえ時はねえよ。そんなもん。うん、っていうのが別に真理じゃん。 ね誰だってそうだろううんそんなん言われたって大体俺はそんな質問されたらじゃあなんでそんな質問していくんですかってねなんでそんな質問をしてくるんですかってえっ何か僕に対して何を思ってその質問が出てきたんですかって逆に聞いたらうっ,ってなると思うよあ,あこいつめんどくさってうん えー、興味湧かないのが普通、えー。興味持たしてくれよって言っちゃう。え興味もえそんなこと言われても、えー。興味を持てる相手じゃないってことよね、えー。興味があるからじゃないか。じゃあちょっともう、えっと、俺も頭に入んなくなってきた、えー。あ、そうだ、俺ちょっと俺,俺今日ツイートしようとしたんだ。動画。 動画ツイートしようとしましたゼミの飲み会とかきついあ真剣ゼミとかはいあのー、えっ、ー、とー動画今日モノックンとだから撮ったからまたね前回みたいにね、はい、バットバトンのねまあ多分 NG になるかもしんないし俺が風呂,風呂入って撮った動画「セーシーアルカイザース」うんそれちょっとあれツイートしよう今もうみんな寝ちゃうからね今ツイートしよう 見たいです、うん、俺が風呂入ってタバコ吸ったとか <laughs> あの風呂,風呂入ってタバコ吸って服着たままそれ撮ったんだよ、うん、今日モノ君と PV 撮影したの2人で 2> <laughs> 昼間はいまあ分かんない結構だからもうなんだかんだ美佐子さんとかね他のメンバーもみ全部100テイクもう100テイク以上は撮ってるよ当然150テイクぐらい撮ってるまあ大体ボツになるからね うん、だいもうい8ミリアプリ、ああ、8ミリフィルムアプリはちなみに、だから俺やり方は、一回ね、あのー、なん、なんて言えばいいのかな、一回、あのね、俺のやり方は、今、あの動画、ビデオカメラで撮って、そう、カメラでまず撮り、撮るじゃないですか、ビデオカメラでこれで撮りまして、で、綺麗な、 これまあめちゃめちゃ綺麗な画質になります。でパソコンに取り込みます。パソコンに取り込んででもってスマホのアプリそうスマホのアプリでこうやって直撮り <laughs> 8ミリフィルムアプリってのがあるんだまあまあ使ってんだけどそれ直撮りして折り合ってるそうこれこの画面再生させて <laughs> <laughs> そうそうそういやその方がなんかまた荒っぽくなっていいかなって思って単純に。うおっと危ねえ ねえ一瞬あでも映ってないかいや、うん、今ちょっとねこのバトンそうそう,そうちょっと編集途中なんでまあまあまあ大丈夫大丈夫、うんはい、そうだからこの直撮りをちょっとねしてしてして,してそうこれでもこれでけどあでも追記するわってか、うん、そう直撮りしてまたそうそうそう うん、そ,のその画面を撮ってるそれいやそれが俺のやりだ別に 8mm フィルムアプリでそのまま撮りゃいいんだけどそれでも全然味出るんだけど 8mm フィルムアプリめっちゃいいよ俺最近なんかねむ昔から欲しかったんだけどだからそもそも俺 8mm フィルムが俺買おうかと思ったんだよそうヤフオクとかメルカリでもうなんか昔は要するにさあのー、なんだろうなあのー、今ってビデオカメラさあの画、ー、質いいんだよ画質いいのはいいんだよ ガスがよ俺だから昔の自分のね昔が作ってその昔の映像と比べてやっぱあのだからねあのよく画質が良くなりすぎちゃってるっていうねとこもあってそれがなんかなんか別にね悪くないんだけどまあよ悪さガスの荒さの良さってあわかるでしょバカでもわかるのそうだからそうそうそうだからこそ靴下極んでる <laughs> そういう靴下だよ <laughs> お前ドン・キホーテに謝れ <laughs>。 ああ黄色とか紫の <laughs> 黄ばんでるって <laughs> お前こんな黄ばんでる靴下履いてるやついなんていねえだろ <laughs> 黄ばみすぎだろ <laughs> 色のまとめと甘い5足セットのやつ買ってんだよこっちは <laughs>。 ながらそう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 ,そう昔のだって俺のさあのさね PV ってさ結構荒いじゃんそ,のそういった画質が欲しくてさ8ミリフィルムカメラ欲しいなと思ってでもなんかまただでもなんかアプリから別になんか買えばいいじゃんと思ってそうアプリだから見つけたらいいの見つけたんだよいいアプリその何のアプリかは別になんか見つけあ,あの教えないけど別に教えないって別にもったいぶることじゃないんだけどいや別に8ミリフィルムって調べたらすぐ出てくるよ何個が出てくるかそのうちの一つうんは有料アプリなんやいや有料じゃない。 俺ついやなんかね8000とかねかなんかねなんかななんかなんかなんか,なんか全部全開放全てを全開放させるには8000とかかか,かかるけど全然無料でも使える無料でも使えるうんあサブスクでもそうだけど8000で一括で、うん、無料なのいや俺無料で使ってる 今とこ無料でいや金払ってもいいいなマジでいやそんぐらいよい,い,いいアプリ俺これ見つけてもマジよかった俺結構あれアプリね本当にね作業でねなんかねそうそうそう使ったりとかあるんだけどね俺の好きなアプリあんまみんなに教えてないんだけどねそう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 なんかイラストイラスト系の、うん、デザイン系のアプリそうそうニコニコチャンネルのなんか正規の表紙とかねああいうの作ったりとかさそう、ね、こういったイラ,イラストなんか取り込んでこういったね バトンを海にぶんだけこ,こういったイラスト取り込んでみたいなそういった、ね、昔から使ってるアプリあんだけどああ iPhone のアプリ Android もけど使うんじゃないかな分からんけど気になりますけどまあまあそんな別にそんなするないからまあまあそんな俺使ってんの別にそんな別に教えてもいいよ教えよっか,てか教,教えるよってまずツイートさせて今日撮ったらツイートするねちょっとツイートしてくんねツイ,ツイートしますツイートしますツイートします ツイートどうぞはいちょっとツイートしたかったんですよだからちょっとシャドーバンは別にもういいやって思って俺もどうでもいいシャドーバンは別にもうねツイッターがバンにならなきゃいいや俺もずっとシャドーバンされてんだけどもうシャドーバンは別にいいやあー動画編集アプリなのアプリにかけてんだちょっと待って俺ツイッターどれだツイートどれだえー、っとあったあったあったこれだえー、これはいツイートします うん、じゃあこれいいね取りツイートお願いしますちょっと時間かかりますえー、っとこれこれこれちょっと動画ちょっとねまあ、この動画だけどなんかねツイッター今なんか最近かイ,イーロンイーロンカオスだよねイーロンイーロン,イ,イーロンになってからツイッター界隈ってなんかまさにイーロンイーロン,ーロンカ,カオスだよねイーロンイーロンなんか凍結されたりしてるんでしょみんな凍結されたりとか まだ全然俺凍結されてないからねそうこれこれこれこの絵もよくないこれ今見て,見てきていいよこの絵もさよくないこれ,これ,これ今日これ今日今日撮ったやつだよ夕方5時に今日これ今日ののこさんですこれめっちゃいいっしょ服服着てねでもこれボツになるかもしんない雰囲気一緒しょいや画質だからこれそうそうだからさっき言った手法で あ,あのよすぎでいやいや天才なんだってよすぎいやだからええやんいやいやだからでもねちょ待ってちょっと待って,っ待ってうんえめちゃくちゃいいっしょガッツリ服着てるねってうんそうそうそうセンスがすごいでしょでしょうん煙の感じがいいでしょでも昔からこうやって撮ってるよ、うん、昔からこうやって ね、撮っっててます,、あのー、と撮ってますもうだからこれもあれだよ15年前からだよモノくんとかうちの親父と一緒に「はい撮ってくださいはいはいはい」って「はいカット」「はいカット」って「はいはいはい」ってうんこういうのもねこれもだってね15年以上や,やってきてますからね今日はだからモノくん撮影で今日はモノくん撮影ではい。 はい、早お風呂に、いや、入れて、入れてない。ちゃんと灰皿持って、灰皿持ってったよ。うん。お風呂も十五年光の。いや、だから、これさ、だから、元々はめちゃめちゃ綺麗なんだよ。画質。めっちゃ画質綺麗なの。元々は。うん。こう見ると、あんま変わらん。のお子さんって何が。え。あ、これ画質アライカじゃない。まあ、わかんないけど、とりあえず。雰囲気は。そうそう。だから、元々は画質めっちゃ綺麗なんだけど。 俺がさっき言ったようにあのパソコンのディスプレイ越しで 8mm フィルムカメラアプリ使って撮ったからまたこの味が出てんのねすごいでしょアーティストでしょねうわーアーティストだすごいアー,ティストじゃアーティストだねアーティストだよこんな綺麗なもともとこんな麗な画質そうだから 8mm フィルムアプリでそうそうそう っていやでも本当にねこれ今日さっきさっきさっき夕方5時さっきさっきうんさっき,、うん、さっきえ天才イケメンアーティストですよさっきうんうんえあー団長なまたねうん のそう、ノスタルジックとかそう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 ,そうでもほんとにねマジでねい,いいアプリ、うん、バトン投げないのね俺さバトン買っ,そうだからさ買ったんだよアマゾンでバトンリレーのバトンアマゾンでそれちょっと見せよっかリレーのバトン1500円払ってよ いや結局ちょっと使わなくていいかなってあとう海そう不法投棄やめたあの海も海も別に行かなくていいかなってそう海,海も行かなくていいかなってうん使わないのかなんか別にいいかなってうんぶん投げないのそういやなんかそうこれアマゾンで買ったんだけどさねこれどうすんだよ これほんとメンバーで運動会するしかねえ <laughs> メンバーでリレーしようもうそれしかねえよなラ,ラ,イライブ中にあライブで使おうかなでもライブで支えちょっとやめようなんかお前らに投げそうだから怪我,怪我しちゃうもんなライブで投げるいやなんかねいやお前怪我したら嫌だからうんでもまあ確かになんかせっかく1500円も払ったからねうんうん バトンを投投げげたの意味は投げていいよそちら意味は運動会うんだからせっかく買ったんだけどねまあかかんない使,使わないかも、うん、使わないかもしれない、うん、サイン書いて配ろうって何にまあいいやでも思い出で一応残はわ,わかんないでも使わないかも分かりませんはい <laughs> いやけど本当俺俺電波良くなったな俺本当はあの覚えといて俺あの 一年のワッチャバカヤザンス月から三月までは電波悪いんですようちフォ4 g 一本ここここ特にここフォ 4G4G を1本しかないのフォ4 g 一本しかないのうん俺だからここここ今何本今ワイファイ繋がってるでもここね本当一本しかない今でもそううん一本しかないだからそれ十一月からねあの三、ー、月の間 だから暖くなってくるとそう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 えもしかしたら団地に引っ越すかもなんだけどやっぱ電波悪いいやー多分ね俺んちがねなんかねなんかリスナー曰くねのこさん電波ジャックされてるよって電波妨害電波妨害されてるよってなんか、うん、誰にだよって <laughs> うん俺だってメンバーと配信した時,した時とかなんか y うとかみさこさんとかまあドコモとかもさ ソフトバンクとかもさあれだよ 4G とか全然なかったよ 3G とかだったもんだからうちがマジで電波ないんだよ単純にいやパスワードとかじゃなくて違うんだよ w i f i とかじゃないんだよもう普通に 4G が 3G なんだよだからけど暖くなってくるとだんだんなんか元気になってくるまあ別にそんな感じうんだから覚えておいてくださいだから配信ねだからね寒い時期はね配信がねしづらいんだよ いや、まじまじまじ。そう。うん、何なんだろうね。海鮮が固まってんのかな凍,凍ってんのかなまじで。ね。シンクロして。うん。暑い時期は平気なんだな。お、多分、お、たね。うん。ちなみに、さっき、俺がさっきツイートしたやつの元動画を見せます。はい。ちゃんと見せたいです。俺はすごいんだって。これかな ここれだこれだがね元動,画元動画だとこれまあまだめ明瞭じゃんめ明瞭じゃんねでしょまだ明瞭でしょ そうこれを8ミリフィルムアプリでこれで直撮りして直撮りしてさっきツイッターのだからかなり違うっしょねあそうそうでしょツイートツイートのやつ味出てるっしょおーい <laughs> でもほんと昔からこんな感じなの俺おーいモノクンもけど上手くなったよねほんと手いよねモノクンおーい 昔からこんな感じです。親父ともこんな感じ。1回かそうです。さあ、レアレアなね。こういうことをね。150点ぐらい取ってます。はい。150点でもこれもだからね。いっぱい撮って。だからちょっとまあ見せないよ。ちゃんと作品として完成した時に見せたいんで、やっぱりはい。あんまりペラ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 。僕もね。うんだから今月中にちょっとね。お落ちば返す。ちょっとね。3月まあ、ツアー前にはマジで出せると思う。うん。そう。そう、そう、うん。 NG テイクなんてほんとマジで100点ぐらい毎回あるからね、俺。うん。ルーちゃんの自殺最新だって、あれはね、電車の中だとかあれあるけど、秋葉原をね、もう絶叫しながらね、走り回ったテイクだったんだから。うん、いろいろなんだよ。うん。いや、俺結構もうシビアなんだよ、だから。使わない。いや、俺シビアなんだよ、やっぱり。偉い、偉いってか、まあ、そうであってほしいだろ。やっぱ、そこはちゃんとアーティストなんだよ、動画編集も。 もうこれはもうメンバーだからメンバー取ったとしてもこいつ使えねえなって言ったらもうバッサリ切るそしたら俺,俺もそうメンバーだけじゃなくて俺もそう俺もそう俺自身もあこれちょっとなんかなハゲっぽく見えるなとかかっこよくねえなーと思ったらバッサリ切る、うん、絵としてよくなかったら、うん、そう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 そ,うだからそこにちゃんとシビアにやってる、うん 監督だからいやいやだからちょっとでも今回ねけどさっきも言ったんだけど途中から来た人もミサコさんをね主人公に立って,てます。お茶ばっかやさんす。いや今回俺けどねいい感じにミサコさんをうつうつ撮ったと思ったわ。うんみさこさん。うんなかなか俺はちょっとまあまあ久々だからちょっとメンバーねメンバーメンバー4人でまあ俺の実製作実製作の方のやつを撮るっていうことで。 なかなかね。いいよね。やっぱ構ってちゃいいよね。やっぱね。ね。なんか、リプでも言われたけど、ツイッターとかたまに言われるけどさ、ね。なんかコメントでも、のこさんはいつまでも変わらないねって。う、は、ん、あ。いや、変わらないとかじゃないんだよ。うん。ずっと芯があるだけなんだよ。やりたいことはずっと同じなんだよ。たったそんだけなんだよ。変わるとか変わらないとかじゃないんだよ、俺、たち。うん。ずっとただ、配信だってそうだよ。これ、だから15年やってるけど。 楽しいから好きだから、うん、たすシンプルな話なんだよ別にそんなねまっすぐとかそんななんか大層な言葉で言われじゃないんでシンプルな話なんだよただ単にまあだからいいなってまあ確かにね羨ましい話ではあると思うよ確かになそんなものがあるっていうのはなだから俺もそれは当然かみしかみしえますよこないだのリキッドも最高でしたああざんすはいリキッドもねはいえー、うーん やりたいことやれてるっていうよりね、すだよねふ。ふ、えっとね、フランシーヌの場合は、ね、久々にカバー、俺この前流したじゃん。この前流して、俺カバーしたことあんだよ。久々にカバーします。フランシーヌの場合、いい曲だった。あまりにもうバカさん。いや、あの曲いい,い,いよね。ただ、俺もあれね、けどね、 あれってさあれめちゃくちゃ前のもう70年代とかの歌でしょあれ70年代やもう40年前とか50年前とかの曲だけど俺,俺もね反戦歌ってことしかあんまりねそうそうそうでもまあメロディーがいいなって思ってやっぱねかなり前だよねなんで俺も俺も何で知ったのかな俺も何で知ったかね忘れちゃった自分がうん反戦歌 なんか、ああ、ちょっとこれ間違ったらあれなんだけど、ちょっと、あれでしょなんか、フランシーヌが、昇進うっ、抗議するために昇進自殺したみたいな、ああ、やつだっけそういった内容だっけこれ間違ってたら超恥ずかしいな。<laughs> <laughs> 誰か知ってみていなんから。ウ <laughs> ィ <laughs> キペディアで見て <laughs> え。え ?8 ミリフィルムって調ゃべったそうア,アプリ、そう,そうそうそう、何個入れたでしょそれ何か何か、なんか、なんか、今から、 あ、そのとり、あ、ほら,ら,ら、ほら見、ら見るほら見、ら見るほら、見るあってんじゃねえか、こんにゃ、ほら、あってんじゃねえかよ、ウィキ見たら、そういうの、ほら,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 ら、ほ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 ら、見っったかかてんじゃねほら、そういう歌で、うん、一本って。はい、あ、ちょっと、まあ、そういった感じで。はあ 俺も俺俺俺今日昼12時に起きたから眠いはずな眠いはずんだけど眠くないなこの,この配信終わった後まだ俺バトン続きやるよ PV 編集作業うんでもその後まあさすがにちょっと俺今日昼の12時に起きたからそれで撮影もねモノくんってやって結構動いたから結構今日今日元気怖いぐらい元気だよねこんなに今日何時まで配信やる予定ですか 何時までやら,やらせるつもりですか今日卒業式だったんですけどクソでした。のこさん慰めてください。いや、お前そんなん行くなよ。な、クソだって察知する。俺、俺そんな同窓会なんて、ね、どの字もさ、ね、俺はもう寄せ付けないぞ。うん。そこら辺ちゃんとね、あのね、あれですよ。あの、たいたた防犯機能をつけないとああ。これは自分に合わねえなって。 卒業式卒業式はクソってどういうことなんかおやすみなさい。うでしょ <laughs>、ねね。俺今からう歌うんだよ。心を込めて。心を込めて歌うのに。せめて聞いてくれよ。フランシーヌの場合。これ結構だって知らない人は知らないっしょ。ね。まあ、まあ、俺,俺,俺の世代でも知らない人知らない。 シールの場合はって知らないです、うん、ちょっとじゃああの入れるねはいあ,あそうほら小心俺ちょっとぼやけてるなうるせえぼやけてるのは あなたの心が汚れてるからですいやーなんかおととい会員限定コ個まで即興やったのめっちゃ良かったな, <laughs> <laughs> なんか自分で思い、ね、会員限定の思い出すけどああ良かったよなねのこさんコード進行」っていうのがあって やってみよかな。もいや。もう一回できるかな？もう一回やってできる。あれじゃね。えんだよな。即即即興ってね。即興ってやっぱね。俺もこの前フリキャスでもやったじゃん。あそう。そう。そう。なんならデビューなのかな。 何かのつもりかい No, no, yes, yes 主人公か何かのあつもりかってこんなこと言われても俺は俺だけさ俺は僕だけさ僕が僕だけで私らしく彼らしくとか知らねえ 「ささとねんねんしろよてめはあん」「かんちゅうすうをけっどばして」「おしそ」 僕は今日も上を向いて歩こう聞いて」「そのまま下向いて前に進んで」「後ろに下がってゆくくくも数えられない」「計算もしないぜ今日今夜は酔っ払って」oh,「このダンチから」 そう「こうやってそれはネット回線」「せの言うことも聞かずに」「15年間こう配信をやってきた」「でも配信の 曲って,てめえあんんま作んねえな「それはなんでかなとか」「確か17回ぐらい考えたことあったんだな」「でもなんかその理由が俺にはわからなかった」「なんでだろう」 日常を切り取るようにえー、ポエム出るだろうてめでも配信の曲歌詞がないってそんなにないって、えーうん、お、それは、うん、ウリスナーてめえらもわ、えー、かることなのか のかも俺のかもコメント」「あがかして輝かして輝かして輝かして」「そうやって俺は目をつんでくぜ」 輝かして「ごめん」とこうやって「ごめん」とか言わなくてあんななんか酒飲む感じで居酒屋の感じでただ,だく喋ゃべってるこの感じが好きだからさあ俺は気晴らしになったりするからだろうな。 この場所がこの場所がそんな感じで。 えっとギターコード <laughs> ギターコードえっ、ー、とあこれかはい、ね、これギタリストだみんな同じようにこうやってんだろうな、えー、はいあ出て,てきたあこれか、OK、調べるんだって調べわかるわかるさすがにかだって俺,俺だって昔だよ超昔だよなんかニコ生の時だよなんか俺これ一回カバーしたの 「夢でもしあえたら,ら素敵なことね」おい総平配信してんのかお前最近 <laughs> 結婚して配信しなくなったかな総平君くんもいたねそういえば総平君くんもツイキャス <laughs> ツイキャス配信者として。 あ、あいつやってんのツイキャス最近はあ,あ最近やってない、うん、チューニングなんてチューナーないとできないよなちょっとリズム入れよう入れてみよう俺これマジ練習してないからね フランシー 「3月30日の日曜日」「パリの朝に燃えた命一つ」 になれない本当のことを言ったらあまりにも悲しい」「3月30日の日曜日」「パリの朝に燃えた命一つ」 の世界に「いつまでもささやく」「3月30日の日曜日」「パリの朝に燃えた命一つ」「フランシー」 「場合は私にもわかるわ」「フランシーヌの場合はあまりにも寂しい」「3月3 0日の日曜日」「パリの朝に」 燃えた命、一つ。フラッシュ。フラッシュ。あ、そうございました。いや、これはこれでいいや。あ,あ。

俺の声は不思議やないい声してるよね初見です最高ありがとうございますありがとうございますとじんとやり,りといます、はあ、最近これ買いました、はい、ミリケンミリケン今までピンクの使ったけど、はい、ずっとこのおも,お,もおもちゃみたいなタッチだったちゃんと重厚なおいくら万円 100 2万円新しいの、うん、そうそう,そういやーちょっともういいちょっと10日終,終わりするわなんかうん終わかったうん、えー、じゃあさよならじゃあちょっと僕は引き続きちょっとやって寝るわ終わり終わり <laughs> 終わらしてくれいやちょっとね今日はやっぱねちょっと作業しても寝るわ うん、原曲もいいよね。よろしくお願いします。まあとりあえずまあいいや。お茶ばっかりだす。あ、そうだ。最後にちょっとさ、あれね、みんな多分もう知ってるけど、ツアーの体番決まりました。ツアーの体番決まりました。はい、あの、数真中さんとゴメスくんとね、数真中さんとゴメスくんとねに、ね、2二三ねに、数真中ゴメス二3組決まりました。 ありがとうございます楽しみですめっちゃはいうんちょっと一つだけ決まってませんどこ場所どこだっけ決まってないとこ <laughs> オチバクライザすとてもとても頭抱えてますスタッフがあ神戸 <laughs> タイトラのところ俺が血流したとこそうスタッフがね頭抱えてますうんちょっとどうなるか分かんない <laughs> うん神戸行くようんちょっとなんか分かんないどうなるか2うれしい2 にうん、まあまあとりあえず OK だと楽しみです、本当に。はい。うん。決まらないの。知らん。うん、わからん。うんあ。決まらないこともあんだけど、今までもあるんじゃないかな。その時はワンマンになるかどうなるかわかんないけど。に、えー、ツアー愛知だけど行けることになる。あれす。決まれたんしい。神戸まだなんだ。うん。わかんないワンマンになるか。それはちょっとわからんが。 ワンマンになったことああーなんかねやっぱあったよねまだから分か,分,分かんないけどおやすみなさい対バンからワンマンだとそいやそれ知らないよ、うん、私のバンドが出ましょうかって私がバンド組んで出ましょうかって天野さんはねなんかジェントルマンジョークしたけどあんまり面白くなかったな <laughs> もう最悪私が出るかもしれませんって <laughs> <laughs> 本当に言ってて最悪私が出るかもしれん。<laughs> じゃあ、で、いや、むしろ、じゃあ出ろやって。いや、で、じゃあ、じゃあ出てみろやって。アマゾン、ギター弾けるからね。アマゾン、もともとバンドマンだからさ。ね、いや、全然全然,全然、うん。むしろ、本当に見てみてよ。わ。アマゾンとツイさんとマキオさん。<laughs> うん、本当に見てみたいよ、俺。うん。いやいや。でも、ちょっと、まあまあまあ、でも、まあまあ、ちょっとね。まあ、とりあえず、もう、もうすぐなんで。はい。もう、3月も,あ,もうあっちまでよね。 今、バンドなんかしてる暇あるから <laughs>、エクセルワードがメンバーだよ、天野さんは。もうちょっと、もうだってもう3ヶ月経ったからね、もう,もうあっちまで、もうツアー始まるのも。とりあえず楽しみです。僕はけど本当にね、楽しみですよ。ちょっと運動とかもしてってね、仕上げていきます、うん。うん、とりあえずよろしくお願いします。うん。あ、うん。え かっこ濃すぎるって、何が。いや、寝てるだけだけど。うん。やっぱちょっと体力ね、ずっと引きこもってくから、そう。うん、運動とかちょっと、お茶枠あいさつ。2023年、ね、ツアー楽しみです。放課後のライブ行き挨拶。いや、エロい。運動したらぐっすり眠れるかも。じゃあ、ちょっといやでまあ、とりあえず配信、ちょっとね、配信歴もね、15周年記念ってことでね、ちょっと伝えられてよかったです。皆さんに。 ちょっとね、これからもね、えー、っとね、我が軍はね、軍じゃない、我がね、ちょっとね、配信はね、ちょっとね、配信は運動配信、<laughs> えー、あれやつお疲れ様でしたあー。ちょっと、まあまあ、ちょっとね、別にこんなもん、別に意識してやっていかないけど、体調計はあるぞあ。まあ、そうっす。うん、まあ、別にそんな、なんかやっぱね、けどやっぱ俺にとっては、やっぱなかなかね、やっぱ何回も言うけど、誇りに思ってるよ。うん、誇りに思ってます。 だからやっぱ自,自慢です。自慢、自慢です。ツイキャス、えー、お疲れ様でした。ありがとうございます。15周年。はい。まあちょっと十九日ですけど。まあまあでも、はい。あっちゅう間だよねけど、十五年って俺、ね。うん。いや、本当時過ぎんのね。早いよな。お疲れ様ですね。今来た。ああ、ありがとうね。続けるって、うん、久々に。いや、十五うんね、十五年ね。 あれが15年前かって、ね。お疲れ様。まあね、最近311もあって、そうそうそう、311のね。あん時のニコ生とか、あん時もね、あれもだって12年でしょ。ね。うん。そういうこと、通芸っていることが、何事も通芸が大事よね。オーケさんも言ってた。オーケさんもね、僕はもうリスペクトしてますから、ほんとに。15年、本当つ、やっぱ先輩すごいっすよ、マジで。 うん、ミュージシャン、アーティスト。いや、俺よりもね、やっぱバンドもそうだし。ね。バンドとかも本当三十だって、筋肉少女隊とかだって30周年とかでしょ ?40 周年か忘れたけど。うん。すごいよね。やっぱ、本当ラ,ラルクアンシエルも40周年とかでしょ ?30 周年とか。河、うん、本ロトさんも60歳。国技館で。 長期選ん環ちゃんもいやー、環ちゃんはずっとしててくれたらといやいや、全然。はい、いやー、金賞、うん、いや、全然やっぱ先輩にもね、偉大な先輩いっぱいいるんで。うん、まあピー z もそうだし、まあまあ、ほんと。まあまあまあ。うん、とりあえず、ちょっと、まあまあ、頑張ります。はい。単純に頑張ります。それだけです、はい。はい。とりあえず、まあ、僕はとりあえず、まずはちょっと、 ツ,ツアー前にこのバトンをう海に思いっきり投げてるのをちょっと、はい、PV 完成させて発表します。はい。って感じでます、はい。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと <laughs> ちょ眠,眠たかった。じゃあな。ちょっと、ね、じゃあ終わりするわ。じゃあ、あと、じゃあね。ちょっと作業してマジで寝るわ、もう。おやすみなさい。いや、今日は疲れた、ほんと。はい。はじめまして。ありがす。おやすみ。じゃあね。 またじゃあ配信やときあるね。じゃんな。お疲れさます。バイはい。ああ、入ったね。じゃね。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。じゃあね。ああ、ちょ、バカヤザス。ほんとに、ちょ、いや、おつーさん。おつーさん、いや、ね前だって俺、最近あんま睡眠時間取れてないんだよ。それで今日昼の12時起きてさ。ねモノ君と PV 取り行ったりとかさ。編集もずっとやって。ああ、ねああ、まあまあけど。 まあまあ、そんな感じです。とりあえず、はい、頑張ります。はい、じゃあね、じゃあ消すわ。はい、ちょ、切りないんで。はい、すみません。え、うん、おやすみなさい、マシマシン、おやすみなさい、マシンになっちゃうから俺、俺バイバイ、マシンか、またね <laughs> またね、バイバイ、ありがとうんざいます。バイバイですよ。あうんじゃまた、うん。うん お前ら絶対こういう時さ、俺も昔から思ってんだけどさ、ね、あの、3回コメントしたやつだろ。おやすみなさい、1回言えばまあまあ、いや、別にありがたいんだけど、全然い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 いんだけど、俺はやっぱ優しいから、なるべく全のね、ちょっと全然いや、全然いいんだけど、全然いいんだけど、我慢あ我慢して、そう、全然、全然、全然いいす、全然いいっす。 残さん1人3回までって言ったからそうだよ。俺昔の俺もそういうこと言ってたってことだよ全然いいです全然いいですじゃあねとりあえずおやすみなさいじゃあとりあえずお会いしますあ全然全然ありがとうございますはいバイバイ見ますはいおやすみじゃあ切りますじゃあ皆さんちょっといろいろちょっとねご健康にもお気をつけてはいはいとりあえずまた新生かまっちゃもんもいろいろちょっと練習スタジオやって春ツアーとか向けていろいろ頑張っていきますさよならじゃあねはいありがとうございます